アブラハムには7人の子、1人は、アブラであとはハム、みんな仲良く暮らしてる。さあ、踊りましょう。やばい、冬を疲れた。予想外でしたわ。結局全部アブラっこい。人命救助、1、声をかける、2、助けを呼ぶ、3、グーチョキパーで何作る？好き、懐かしい。待ってる間暇だからな。右手はグーデイ、左手もグーデイパーアンチ。あまり長すぎる休息は苦痛なり。いいこと言ったんだから褒めろす。いいね、いやろすー。これすごくわかるわー。ゴイゴイスーじゃないのか。増えてもいいけど俺がめっちゃ増えることになるよ。やだ、増えたわー。吹きたくないけど増えた。焼き捨てるのが得策かと。チキンオアビーフ？オール。好き、無邪気。平和な世界だわ。オールじゃなくてホースなら完璧。大関。愛しさと、切なさと、心強さと。いいね、強そうだ。とっても言いにくい。お願いだからそんな目で見ないでくれ。お客さん。カットうまいっすね。好き、雇っちゃえ。何やらせてんだ。雰囲気が真逆なんだよ。ニューハーフが捨てたもの。やめて、これはあかん。3つあるのあるぞ。それにしか見えなくなったじゃないか。どこかに答えの感じがないか、教室中を探す。わかるわ、あるあるやわ。俺したことあるわ。思いっきり横向いてるし。逃亡癖がある人ランキングでトップ3が表彰された。わろた、さすが1位。1位と2位の差。チャンピオンは格が違うね。ワクワクさんが今日は NHK に伝説を作るよとすっぽんぽんになり始めた。ツボ、何を作る？放送事故レベルじゃない。作って遊ぼというより遊びで作ったな。申し上げにくいことなのですが、横の女、前は別の男と来てましたよ。え？え？ナイスだ。言うな言うな。申し上げたいかどうかは別なのね。数字4桁で表しなさい。4649、よろしく。5963、ご苦労さん。2.999、ほぼ3。はい、ほぼ3ってか。数字4桁じゃないし。ほぼ3じゃなく保育士さんだな。露天風呂、遠いな。おい、なぜ脱いだ？遠すぎだろう。冬でなくてよかったな。ああ、私はお酒結構です。今日ベビーカーなんで。うまい、言ってる。運転しないだろ。酒飲む年でもないだろうに。集会遅れだがトップのやつが来たらその時だけ張り合う。あるね、わかるわー。いるいるそういうやつ。結局バテて邪魔にしかならないやつ。今日はどうしました？最近主人が信じられないことを言うんです。信じるか信じないはあなた次第です。わろた、帰りやがれ。信じられんわ。そして彼は伝説となった。こんな結婚式認めないわ。お父さんはあの女に騙されてるのよ。ケーキ？ケーキ出るの？末永く神のご加護あれー。いいね、ケーキつえ。変わり身の速さよ。ケーキは一瞬だぞ。かゆい。わろた、セクシーだ。なぜにそうなる？シンプルでスタイリッシュだわさ。熊に遭遇したら、肘をパタパタさせ、飛んで逃げます。わろた、シュールだわ。想像したらかなりおもろい。絶対間に合わんと思うぞ。でもやってみよう。おにゅうの靴下でご飯粒を踏んだ先輩が必死に足の裏をチェックしてたら、H 難度の大技、セルフ筋玉舐め大回転が偶然炸裂した。好き、くだらねえ。足の裏も見えてない。H 難度のところにセンスを感じる。帰省の里。見事、何した？フライデーですか？ちょうどいい瞬間だったんだね。マイケルへ。エロ画像は、すべてジャンルごとにファイルを作って整理しておきました。マイケルは触手系が好きなのね。母より。増えたわ、最高やん。気が利くねえ。この年で触手に目覚めたか。タンポポ組からの高速移動熱源を確認。好き、いい勢いだ。朝顔組、シグナル消失。ダメです、スミレ組は応答しません。諸星団は、もろ出しボン、デウルトラセブンに変身する。わろた、ずるいわー。勢いがあってよろしい。ただし即逮捕になるけどな。意外な展開にしてください。2000X 年世界は核の炎に包まれたけど、テレ東は相変わらず。なるほど、生き残ったのか。逆
決して揺るがないな。意外でもなんでもないが。ハクちゃんいつものやってあげて。大聞きたいか俺のモンゴルデンゴルンデンゴルンデンチチンチンギスハハンハン。最高、勢いすごい。チンギスハハンハン。どしこい、ハクちゃんかっこいい。会社にいる夫から傘を届けてくれとメールが来た。こわ、かっこいい。傘の取っ手は投げやりな届け方だな。タゴール、1861年から1941年、アジア人として初のノーベル賞を受賞したいと言った。ガンバ、受賞してねー。願望だけ、結局何もしてない。まず、アジア人ではない気がするが。ゲップをこらえよう。うむ、頑張れ。この顔で言うことか。ゲップぐらい出てもいいじゃないか。虫が部屋に入ってきたら、普通の人、殺虫剤を使う、優しい人、外に逃がす、超優しい人。飼い主を探す。優しい、笑ってるし。飼い主いるのか？飼い主の顔が見てみたい。王様ゲームで好きな子とキスできることになって喜んでいたら、その子が泣きながら手首を切り始めた。マジか、そこまでか。目がうるってる。そんなに嫌だったんだ。田中くんはいつも、大キック。確かに、そうだけど。遠目の涙目。遠藤はいつも遠藤。声をかけるきっかけを作ろう。おもろ。大胆だな。きっかけ作り雑だこと。激しくマイナスからのスタート。キモータが意外に健康体で振り払えない。わろた、女笑顔だし。ウィークフィットやりまくった結果、健康体という言葉のチョイス。食えないわよ、だってさ。おお、お見事。で、イコールは最後のだってさは果たして必要か。ニューネクスト日本乗り物。わろた、これはあかん。いい表情してるわ。日本が誤解されそうだわ。如意棒が見当たらないので伸びろ、如意棒。って部屋で叫んだら最近ご無沙汰の嫁が使ってた。こら、如意。押し出しやん。これでよく生きてるな。では今年の、再会は、蟹座で決定ですね。そんなこと町内会議で決めるなよ。だな、今年の。過去形だし。そんなこと町内会議で決めるなよ。ロリコンどもめが惚れた、かっけえ。もっとやってやれ。むしろご褒美になってったりして。警察です。わっしょい、帰ってください。おい、何してる。暇なのか。めっちゃ笑顔で追い返されとる。探し物はガンですか、見つけにくいガンですか、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか。黙れよ。笑った、ほんと黙れ。踊らねえよ。鼻歌歌いながらオペってそうだ。おじいちゃんのために一生懸命練習しましたと言って演奏が始まったが、電話代のこと考えると早く切りたい。顔、わろた。聞いてあげなよ。受信側ならかからんやろうに。僕のたった一人の友達、戻して。あ、かい。なんとかしてあげて。こうして赤いキツネができたわけか。ホグワーツ魔法学校アジア校。強そう、シュラザリン。魔法というより法力。法器なしでも座禅組めば浮かべる。絶対老後の面倒見ねえからな。わろた、かわいそ。これはこれでいいと思う。顔ひっかいちゃう子なのかな。薬を10錠飲むよりも20錠飲んだ方がずっと効果があるはず。あらら、アホだな。効果は抜群だ。結構フランクな性格してるな。つい癖でポテチを探すボブ5歳。増えた、そんな感じ。見えるわー、ポテチの袋。これは両手でいく感じやね。そこでや、Y のクロスカウンターが炸裂したっちゅうわけやな。誰？言ってるわ。頭どうしたんだ。腕ちぎれそうやけどな。最後の晩餐が終わり、店を出ようとするエースに、一人の女がすがってこう言いました。20円足らないんですけど。わろた、変なのかよ。すがるなよ。堂々と言えばいいのに。ごまをかけてもらって喜ぶ白飯。うまい、すげえ発想。めっちゃ嬉しそうだわ。これで美味しくいただけますな。画像を見て最初に目に入った女の子があなたの好みのタイプだよ。うわ、卑怯だ。やられたわ。本当の自分を見直しました。田中、バナナと言ったら黄色。上田、黄色と言ったらレモン、砂糖。
よってバナナイコールレモンとする。証明、好きだわ。数学的頭脳だな。レモンはおやつに入りますか。なんとかコラボを試みる新娘と万事。いいね、こういうの好き。頑張ってフュージョンするんだ。こうして新たな感じができていく。頭かゆいしトイレ行きたいし地面熱いし道聞かれたし。いい人、忙しいな。きっと、喉も渇いてる。靴履いてトイレ行くの最優先。右から見ざる、言わざる、ガリレオ、聞かざる。好き、ガリレオ。実に面白い。左二人が同じに見える。あ、あんた、オイラが見えるのかい？わろた、言ってそう。座敷わらし的な？もうそれにしか見えん。時々自分の前世を思い出す。同じやん、吹きそうになった。何このシュール。なぜにそんな顔になるよ。大会完了。あなたの個人情報ばらまきました。やめてよ。恐ろしい捨て台詞。やっぱネットは怖いよ。ペリーは調子に乗って日本に来航した。好き、わろた。ウェーって感じかな。まあ実際そうかもしれんけど。ばあさんの若い頃を思い出すわ。こら、やめー。ばあさんすごかったんだな。じいさんもやり手だったんですね。今までありがとう。僕はこのワープホールで向こうの世界に帰るよ。すげー、そういう見方か。つるっぱげなのね。もうそれにしか見えないわ。毎度トマト一つとキュウリ二本で300万ね。の八百屋ジョークに気づかない来日3日目の大富豪ガルベス。好き、最高だわ。ガルベスいいね。日本語は通じるのね。スキージャンプ初挑戦の山田が着地で奇跡を起こした。すご、奇跡だわ。サクッといったっぽい。着地地点高すぎじゃないか。まだ小銭あるだろ。ジャンプしてみの仕草。ひで、怖えよ。真顔で何するんだ。ごめんなさい、持ってます。鳩に平和の象徴という称号をやらないでください。調子に乗ってます。ほえ、わかるかも。白い鳩だけじゃない。そこまで調子に乗ってないだろ。山田電機の駐車場が何かのサイズを測ってキープしたまま来た人で溢れ返っている。わろた、なんでだ。みんなバカなのか。メジャーの存在を知らんのやろうね。さよなら僕をいじめた者たち、と言いながら思いっきりジャンプしたら首のロープが切れたので、その勢いのまま仕返しに行く。長いわ、それがええ。最初からそうしとけ。本当にできたらいいんだけどね。転んでしまった悲しみの底、上を見上げると、お姉さんのパンティーが見えた。これが物心がついた瞬間であった。なる、下心やん。そうだね、転べばいいね。悲しみを感じてる時点で物心あるやん。やあ、みんな、ボブの3分クッキングの時間だ。今日はこのリンゴを。トマトやないかい。NHK 終わり。おい、勝手に終わるな。NHK でやってんのかよ。嫌いじゃないけど好きでもない。ただでもらえるなら何でももらえ。手ズボン買ってもらったら、ぶっかぶか。サイズ見たら、これいるやん。天才、リズムいいね。いつもは S か M なんですね。L はけるっぽい顔してるんだけどね。私は今まで一度も失敗をしたことがない。証拠隠滅を2万回したのだ、トーマス・エジソン。こら、さすが天才。そして言ってしまった。公になってないだけ。いくら練習してもチンコに当たる。わろた、わかるわ。難しいよねー。もっと広いところで練習したらいいのに。会社で上司に本当にお前は可愛げないな、と言われたので、可愛げを出せるように特訓する。わろた、可愛げとは。ジャイアンツアイ。女っぽくねえチョイスだわ。走馬灯に全く身に覚えのない幼少期が映し出された。マジか、これはないわ。思い当たる節がありません。ここまで来ると他人なんだろうな。ボクシングとか体操に話題持っていかれたな。よし、もう一回タックルしてこい。こら、あかんやつ。悪質なことを。話題作りするなや。午前0時をお知らせします。ジョン、ジョン、ジョン、ジョーン。くだらね、じわじわ来る。ジョンって誰だよ。このドヤ顔が腹立つ。たまたま好きな子の家の前を通ったら、たまたま留守で、たまたま忍び込んだら、たまたまその子の部屋だったので、たまたまをスリスリ。わろた、たまたまね。
確信犯だろうに。あくまでもたまたまなんだね。そのコンソメパンチがあれば病気の母ちゃんが助けられるかもしれない。マジか、コンソメパンチで。うわぁ、なんか殴りたい。クラスに一人はいるタイプだな。ワインを一口含んだ途端、フランスブルゴーニュ地方の大平原が脳裏をよぎった。増えた、おしゃれや。ソムリエっぽいけど。まだワイン含んじゃダメだよ。食べ物やあなたの若い頃の自慢話などいりません。いらね、男の大半がこれ。わしの若い頃は的な。恥を知らないおじさんですな。シャカ、生まれてすぐに7歩歩いて今の動画で撮ってくれたと言った。好き、わろたわ。記念すべき日に。混ぜたガキだな。表情で後ろの看板が変わる仕組み。いいね、ニコッと。すげえシステムだな。スマイルじゃダメなんかな。それじゃ何かい、僕がナポリタンを食べたって証拠でもあるのかい。かわいい、ありありだわ。証拠しかないだろうに。その格好で堂々としてるのがすごい。インドネシアで放送されてる連続ドラマ泣き虫ペダルが家庭の事情により自転車を買ってもらえないまま最終回を迎えた。え、クソワロタ。話にならねえ。ご視聴ありがとうございました。どうする、半分こしよ。こら、黒いわ。いらねえぞ。半分こしてどうするんだ。念願の先生になったが教え子の名前がキラキラネームだらけ。すげえ、尊者が多いな。これは笑うしかない。キラキラというよりシャカネーム。母に後ろ姿が父さんにそっくりと言われた意味をやっと理解した。わろた、すげえ。無駄な技術の使い方。書いてると思うほどのクオリティ。チョコモナカジャンボー、かっけえ、めっちゃ好き。ぜひとも CM に起用してほしい。バニラモナカバージョンも見てみたいぞ。畜生、本当に雇いやがった。かわいい、怒ってるし。よほど困ってたんだな。いろいろ法律に触れそうだが。アナウンス、なお、館内でポテチを食べるようなガキにこの映画を見る権利はありませんのでご了承ください。ん、俺のことか。ド直球で笑った。そりゃこんな顔になるわな。知ってるよ、ママが私のお年玉でコラーゲン注入してお年玉してるの。うまい、やめ食べて。なんつう顔してるの。知ってるならやめさせろよ。それなんて、え、ロゲ。晩年は賢者として活躍。あ、ほぼ魔法使い。いいえ、手妙だわ。年単位で賢者タイムか。床を破壊したら下の階のやつびっくりするだろうな。だな、そやな。当たり前すぎる。どうやって破壊するつもりだ。戦士魔法使いそうよ。わろた、右二人絶対違う。MP はマッスルパワー。転職組なんですね。そうですね。これ見た目は子供、頭脳は大人だろ。だな、あれれー。エロ川子なんだな。腕時計型麻酔銃で眠らせて。説教中にアマちゃんが始まった。わろた、わかるわ。説教中にテレビつけんな。朝っぱらから何したんだよ、おねしょか。誘拐した少年がすごくひょうきんでアジトに笑いが絶えない。平和、いい子だね。すごく微笑ましいです。最後まで生き残るタイプだな。ユニフォームの発注をミスったサッカー部。あ、かわいそう。とりあえず来たのね。ミスとかのレベルじゃないぞ。上司、今日残業しろ。部下、ダブルワークでこの後他の仕事行くので無理です。上司、この会社で無理じゃない頼みが今まであったか？あかん、ブラックや。なかったなぁ。カオスここに極まれり。怒鳴る、叩く、名前は呼び捨て、そんな先生でも。上司の前ではただのチキンでした。だな、笑ったわ。そう、それが社会です。名前は別にどっちでもいいわ。場内に響き渡るような声量でチェックアウト、と言ってしまった。わろた、あるある。つい言っちゃうよねー。よっぽど嬉しかったんだろうな。8月1日、晴れ。今日は父と魚釣りに行きました。昨年よりも収穫量が4トン増加し、昨年対比 120% の売り上げが見込まれます。わろた、大量やん。賢い子やー。これぞ英才教育。初めてのキスの味は？甘くないね。ペッパーだけに、人工知能との切ないラブストーリー。恋 AI、恋愛、来春公開。
うわ、ドン引きや。やかましいわ。無機質すぎてないそう。やべえ、少年 B のスーパーレア当たった。うわ、いらねえ。爽やかな笑顔だ。めっちゃ羨ましいな棒読み。品質には万全を期しておりますが、万が一不都合な点がございましたら現品と外袋をお送りください。早速3件来ました。ありがとうございます。はや、あかんやん。万全感が全くないわ。どんなテンションで言ってるんだろう。できるだけ爽やかな文章にしてください。裏山の景色が新緑に染まり、心地よい風に長い髪がサラサラと救われている中、飛び散るふけと轟音響き渡るうんこ。結局、第三次案。最後で台無しじゃん。我慢できなかったんでしょうね。カラオケでサビを先輩に譲る新人。はい、できたやつ。けなげでよろしい。こいつはきっとできる新人だ。家に白黒テレビしかないので、ユニフォームの色に気づけなかった。いや、買おうよ。切ないね。今の時代白黒テレビ探す方が難しい。お父さんの一発芸山ぶりがどう見てもゴキブリにしか見えない。そして筋肉の動きぶりがすごい。わろた、確かに。黒光りすぎる。山ぶりには見えそうにもない。力が欲しい。誰にも負けない強い力が、そう願う太郎は、天皇に手紙を渡した。こら、わろた。物理的だな。読んでくれんと思うな。2ヶ月前の卵さんと。いやだ、やべえよ。面影が全くない。どんが白いままの方が怖い。問題、ド S の少年 A が時速120キロでそうめんを流しました。さて、ド M の少年 B は何秒間喜び続けるでしょうか。くそ、すげえな。どうやって流すんだ。それは計り知れませんな。僕たちのキス顔です。恥ずかしいので10分経ったら消しますね。わろた、やっべー。純粋に嫌だわ。全員、アウト。ジュゲムジュゲム五行の擦り切れ解砂利水よの世紀末ケンシロウを待つ悲しい結末。ナイス、おもろい。インフンじゃったね。愛に生きる男の名前ですな。少年が持ってる食器をよくご覧ください。おかわりいただけるだろうか。うまし、二度見した。なんか可愛いわ。おかわり持ってってあげて。こめかみの確認。綺麗なこめかみですね。わろた、別か。こめかみに綺麗とかあるの。そんなとこ褒められても嬉しくないわ。河川の増水で学校が流されたが、万が一の期待を込めて明日の学芸会の演目白鳥の湖4話の白鳥を復習しておく。真面目ー、かわいそうだ。万が一はないぞ。すげえ役になりきってやがる。ディズニー新アトラクション、It's a Small World。わろた、いい天気だ。とにかく嫌だ。ディズニーですることではない。自慢げだったので助けるのやめた。よし、それでいい。見事にスルーされるな。そんなんでも助けないとあかんのよ。あれから2年。闇の関取の親玉、ボルデスモートリは神の三大力士の一人を体内に吸収し、カオスデビルドスコインに進化した。好き、何これ。めっちゃ強そうだな。このシリーズの続きが気になりすぎる。もう、おしっこでねえよ。おもろい、それだけ好きか。永遠に無理だぞ。下手したらやけどするぞい。一瞬マグロに見えた。わかる、セリだな。墜落してんの。言われるまで自分の中ではマグロだった。危ないから、工事ありません。こら、おう。その顔やめー。ある意味正論だけどな。ビッグマックセット一つ、ドリンクはミルクね。かわいい、微笑ましい。ノリいい警察官だ。ハンバーガーポリスってか。田中の輪ゴム遊びが今日も世界を魅了する。すげえや、どういうセンスだ。それ本当には輪ゴムか。裸で世界を魅了するなや。ああ、眠いなー。誰かが夜中にギシギシやってたせいで眠いなー。好き、いいね。お盛んだこと。最中におっぱいもらえなかったんだね。君の傘、後ろの人の顔面にシューと、超エキサイティング。勢い、エキサイティング。ジェストヒットー。エキサイティングしすぎやわ。それが助けてもらう態度ですか。こら、来てくんね。めっちゃひどくない。意識ないだろうに、無茶言うなや。これは何。
野生のコロン。わろた。野生って何さ。なんか可愛いぞ。みんな食ってるのはこれの子供か。さあ、これから見物だぜ。親父がお袋の誕生日間違えたぞ。わろた。楽しそうだな。クソガキすぎるやろ。ドッキリ番組でありそうだな。東予館のおかみでございま、あれ？開かない。東予館のおかみでござ。開かない。東予館のおかみでございまーす。わろた。悪ガキめ。ええ顔しとるし。開けてから挨拶するんでないかい？さっきから失礼な質問をしてくる記者の膝の上に、ひまわりの種をもにゃもにゃ頬張るハムスターがいたので一旦許す。微笑む。一旦許す。そらこんな顔にもなりますわ。新国立競技場。あかん。税金返せ。取扱い注意とは一体。スーパーハンガーの存在感よ。私は覚醒した。さあ島次郎、最終決戦を始めよう。好き、てけえ。簡単に破れそうだ。メガ進化ですかねえ。暗いから照らすよ。優しい、いいやつやん。全然足りねえよ。残り半ですね。今日から語尾を首にする首。増えた、なるほど。珍しい語尾だ首。語尾には使いづらくない首か。この矢一本なれば、最も折りやすし、しかれども一つに束ぬれば。兄では折れぬが、我が筋肉の前ではふん。好き、勢いいいね。筋肉で解決する昔話。折るというより握りつぶしてる。はい、お客様たらい回しセンターです。潔し、こら。愚直に言いやがった。担当部署におつなぎします。精神病で入院中のおじさんに明日の少年野球でホームラン打つことを約束した。わろた、そっちか。ええ、体してるやないか。ホームラン打ったらどうなんの？失敗続きの習字、残り1枚の半紙、走らせる筆、最高の仕上がり、肘に当たるすずり、こぼれる炭、終わる夏休み。あ、発想すごい。コンビニに売ってるよ。今から買いに行けばいいだろう。食堂の端が詰めすぎですごく取りにくい。わかる、あるあるやわ。見事なセンスです。詰めれるだけ詰めた結果だな。10人いたら1人ぐらい共感するあるある教えて。台所でスプーンを洗うと想像を絶するほどの水しぶき。ある、わかる。めっちゃ濡れるやつ。お玉とかでもあるよね。離乳式の会場、ここやんな。かわい、そんなんあるの。おっとこまえやな。将来が楽しみすぎるわ。一言でこいつ終わったなと思わせてください。5分だけ仮眠取って課題しよう。あ、わかるわ。これは終わったわ。今日はいけると思ってしまうんだよね。破天荒にかくれんぼしてください。戸籍上から消える。なるん、つぼったわ。確かに破天荒だわ。かくれんぼの域を超えすぎている。またか、いい加減にしろ。隠れてやり過ごす。わろた、絶対見えてる。その発想はなかったな。まさに頭隠して尻隠さずだな。もちもち消防でしか、火事でしゅ、早く来てくだしゃい。わかりました。かわいい、ノリいいね。おめえは普通に言え。今チグに出動でちゅ。キャバクラのドアかと思ったら、どこでもドアだったのでやはりキャバクラに行く。顔、あちゃー。やっぱりそうなる。結果オーライってことで。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。おかんがバザーで出品したのを親父が買って帰ってきた。わろた、あるわ。同じ価値観してる。二足三文にすらならねえ。考える人がついに考えをまとめたようだ。おお、かっけえ。今にも走り出しそうだ。ずいぶん待ったが結論やいかに。むせ返るようなお酢の匂い。混ぜ込まれた五目の具材。初めての経験に不安を隠せないよ猫を、あげひこはそっと抱きしめた。わろた、いなりやん。あげひこって誰だよ。真実の愛に賞味期限はないのさ。ウイルスが直接いじりに来てた。わろた、物理的。なんて格好だよ。えらいレトロだなこれ。ミルクを掘り当てた。好き、かわゆす。手つきがそれっぽい。湧き出たミルクは飲みたくないかな。あったら嫌な花火大会。3位、開始が早朝。2位、一発で終了。1位、すべて線香花火。うわぁ、地味だわ。盛り上がらねえわ。大会にする理由がない。
とてもすごい回文を作ってください。すできすできんほど本気で好きです。おお、すげえ。これはビビった。なんかロマンチックやん。猫がよくいる場所。1位、こたつ、48匹。2位、キャットタワー、22匹。3位、布団、13匹。最下位。かりんとう1匹。お、あれは猫なのか？本人だけやもんな。よくいる場所なのに1匹って。一緒に綺麗な星座見に行こうぜ。と誘われたので行ってみた。騙された。ほら、あれが乙女座だぞ。どれだよ。わろた、星座違いね。乙女座ってどれよ。あのもじゃもじゃしたのが蟹座だな。友人のビザが切れてて強制送還された話がいまいち伝わってない。増えた、発音のせいか。いまいちどころじゃねえな。そりゃ切れてる方がいいよな。食べやすい。学校最終日。それな、わかるわ。まとめて全部持って帰る。持ちきれなくて2往復したことある。SMAP ソフトオンデマンド、ムーディーズ、アリスジャパン、プレステージ。お、お見事。これはとても大切です。いつも息子がお世話になってます。これが食卓に乗ってたらお金持ちだと思うもの。キャビア、フォアグラ。羊を呼ぶ鈴。だな、間違いねえ。そりゃそうだろうて。てか羊も近くにいるんじゃない。右からユウスケ・サンタマリア。うまい、なるほど。そういう発想もありか。めっちゃ泣かせてるやん。ぼっちの俺がもう友達は太陽しかいねえよと言ったら、すごい勢いで沈んでいった。わろた、聞こえてたんだね。どんな勢いか気になる。そして月は二度と昇ってきませんでした。スプーン入れとけよ。そこ？いやいやいや、こんなにいっぱい。まさかこんな目に遭うとは。スピード違反できた理由から聞かせてもらおうか。好き、いいね。よくできました。きっとアガサ博士のせいだな。久しぶりにエアコン使ったら行方不明の姉が出てきた。え、怖いわ。どうやって入ってた。たまに掃除するとすごいの出てきますね。イチゴ狩りという言葉を言うたび警戒の表情を見せてくる。かわいい、構えとるやん。やめてあげてよ。実はイチゴの妖精なのかな。これ、メイのじゃない。かっけー、だろうな。足早そうだね。メイこんなアスリートじゃない。子供、ねえ赤ちゃんはどうやって生まれてくるの。母親、冷え気に湿った三つ壺に反り返った熱い肉刀を抜き刺しし、溜まった欲望のエキスを溢れるほど注ぎ込まれるとできるのよ。子供、そうなんだ、すごいねー。すげえ、逆にやらしい。この母親頭良すぎ。刺激が強すぎやしないか。ニートの生き様は、食なし、金なし、自宅あり。だな、その通り。テンポが良いね。何かの歌に乗せて歌えそうだ。温めて食べてください妻より。帰宅後、台所に置き手紙と共に置かれていた衝撃のものとは。冷たくなった不倫相手。こわ、ホラーやん。残酷すぎる証拠処理。食べてくださいが意味深すぎる。デアゴスティーニ江戸前を握る創刊号。は、握ってあるじゃん。ありそうなタイトルだ。もうネタなくてよくないか。女房の机がサイレ。ヤバいキャバクラの名刺隠し忘れた。もう終わりだ。あれ？名刺がない？で、息子を見たらこれ。やりおる、って顔しとる。グッジョブやないか。親が親なら息子もろくなもんじゃないな。テレフォンを使うかオーディエンスを使うか決めるのに 50-50 を使った。アホや、もったいねえ。どっちにしろ二択。50-50 ってそんな使い方もあったんだね。よくうちの子は、舌が溶岩っていう設定で人生をエンジョイしている。すごい、楽しそう。発想力豊かな子供だ。大寒パネーな、将来有望だ。こい、って言うから、愛、に来た。やかましいわ。ふむ、なるほど。ほっとけよ。ほんとその通りだわ。桜押すなよ、絶対押すなよ。あ、それな。押したくなるね。押しても変わらなそうだが。僕がやりたい。おい、迷惑だ。だだっこか。なんて可愛らしいんでしょう。友達に抹茶アイス一口あげると言われ、絶対わさびだと思って食べたら絵の具だった時を思い出す。おっく、マジかよ。絵の具ってまずいの？それならわさびの方がマシな気がする。
ちょっと時間かかるスープパスタをレンジで温めてる時のコンビニ店員。わかる。無駄よね。次の客いないとこうなる。気まずい雰囲気になるよね。隠れてではなく本人に見せつける上級者。すげえ、上級者だわ。つわものやわ。自分の名前が見えた時のトラウマはやばい。サンタさんにクリスマスに欲しいものをテレパシーで伝えようとしたら全然知らないおっさんに伝わった。わろた、誰だよ。なんて顔してる。こいつが本当のお父さんってことか。劇場版機関車トーマス。すげえ、見てみたい。めちゃかっこいいやん。どこから帰還したんだろう。親父の遺産がキャバクラの名刺しかない。うわぁ、いらねえ。ハッスルしてたんだね。まあ、気を落とさずに。ドアを閉めたら明かりが消えていることを信じようとしない兄。やだ、純粋ねえ。そういう人多い。明かりが消えるボタンあるんだけどな。お前浮気しただろ。キスだけだから口不倫よ。プッチン不倫よ。美味しそうに言うなボケ。わろた、くっそ。なんだかんだで仲良いのな。プッチンプリン食べたくなった。秩序のない現代にドロップキックしてみた。夏い、いいねそれ。みんなでしようよ。おまけに水平チョップもいかがですか。ちょ、おま、花火こっち向けんなよ。増えた、花火かよ。それにしか見えない。マトリックスバリに避けろ。水曜日のダウンタウン、クロちゃんどんな場所でもぐっすり寝れる説を検証。すげえ、マジかよ。どうやってそこまで。寝返ったらおしまいだな。さっきからそして輝くウルトラで鼻歌が終わるから、なんかイライラする。わろた、わかるわ。もやもやするやつ。もう行ってしまっていいと思う。昨日の夜蜂蜜塗っておいた。太陽、すげえ。とんでもねえな。ベッドベトになりそうだな。冷やし中華。温めてしまいました。増えた、やめろし。冷やし中華とは。ごめんなさい、噛んでてるわ。車がコンビニに突っ込む理由、ペダルの踏み間違い、よそ見していた。体力に自信があるけれど、安全な車の開発をメーカーが心がけていないのが悪い。あ、理不尽だ。免許返せ。責任転嫁はすれど反省せず。床女選手権で砂を豪快に使う左のジョンと、空気抵抗のみで昇天する右のニキータの戦いは涙なしでは見られない。マジかよ、痛そうだわ。そんな選手権やだ。空気抵抗のみって床使ってなくね。ああ、日焼けしすぎちゃった。バイゴウリキアヤメ。わろた、似てる。本人じゃない？色違いポケモンかよ。俺のバッグどうしよう。あ、邪魔だよ。堂々と行くべきである。公共の場で何してるんだよ。ブラジルにありそうなことわざ。二度あることは三度ある。ですね、うまいな。ありそうでやんす。ちょっとチャイニーズも入ってる。大体の人が考える進捗のライン。小学生が考える夏休みの宿題の進捗のライン。だな、あるある。後の方で一気にやる。最初は少しやる気なんだよね。NHK 教育テレビ社会の窓からこんにちは。わろた、しまえよ。しめじ野郎が。テンション上がったんやね。あれこの会話昨日もしたような。もしや、1、デジャブ説、2、タイムリープ説、3、ドラクエの町民説。まあな、懐かしい。要するに2回目。何回聞いても同じこと。作業中でもお客様がそばにいらしたら笑顔で。終わるまで待ってろ。おい、カオスだ。笑顔の意味は？客照れるなよ、ド M かよ。クーポン持ってきた客にはこのくらいな。マジか。ケチだな。ありそうで怖いわ。ホットペッパーですかね。修学旅行ではしゃぎすぎて正座を命じられた憎み男子とその担任。わろた、担任まで。一体何をしたんだ。楽しそうなクラスだろうな。押すなよ、絶対押すなよ。ふ、わろた。バラエティかよ。いやいやいや、これはあかんて。迷子付属のパーツを組み立て黒毛和牛を作ろう。創刊号はレモンがついて特別価格980円。いや、作るってできるのか。しかもクール便にて配達。大人の階段の中でもタラの芽が美味しいと感じるようになる。追い越し車線をあまり走らなくなるなど一番地味なゾーン。渋い、何このセンス。普
きの塔は？好き嫌いは高校卒業までには直したいよね。舐めてた。あいつら照らしてもキスやめへんねん。いいね、やられたわ。モテモテで何より。ロマンを感じてさらに深みを増すカップル。7年に一度の周期でバイカーが大量発生し、小麦やトウモロコシなどの農産物に甚大な被害を与えます。迷惑、やめー。7年にってとこがミソ。これを変態と言います。かぐや姫を見送るおじいさんとおばあさんが思ったこと、元気でね、またおいで。それ、太陽。あ、守護。イカロスやん。昼間に旅立ったのか。ヒーローもののツッコミどころ。1位、怪獣待ち壊しすぎ。2位、仮面ライダーはノーヘルオッケーなの？10位。警察は何してんの？だな、それそれ。警察出てくるのあるよ。だから10位ぐらいなんですね。給水所で昼飯食おうとしたらランナーが俺のコーンスープをバッと掴み首の後ろにかけて救急車で運ばれてった。あ、確信犯か？何笑ってるねん。そんな紛らわしいとこにコーンスープを。ケチャップ、マヨネーズ等がかかっても気になりません。だな、塩は？そういう問題ではない。でも買わないと思うな。緊急時、日頃の意識が身を守る。泥棒の置き手紙がイラッとする。うぜぇ、そう。やかましいわ。ひらがなってのがまた。負けないコード投げ出さないコード逃げ出さないコード。ふ、こんなので。なまってるな。全部繋がってないじゃないか。ミルク、ロックで。か、ええ顔しとる。ロックしかねえ。出川の幼少期かよ。見てくれ、正月に実家から持ってきたエアコンのリモコンなんだ。こら、お前か。はよ返せや。表情が鋭いわ。怒りを通り越して。次の悲しみを左、まっすぐ行って突き当たりの開き直りを右に行けば喜びが待ってます。あ、すんげえ。感心しました。ほんならもうちょい頑張ってみるがな。20年後のダウンタウン。あ、でっか。野生感あふれる。とりあえず服着ようか。仕事中イライラしてて思いっきりドア閉めたら、社長にクリティカルヒットした。おお、埋まってる。メリ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 。スターウォーズみたいだな。待て、蜂蜜を取ったのは俺じゃない、黄色いやつだ。かわいい、あいつか。めっちゃ腰引けてる。これはかなりご立腹のようで。倒れている人がいたらどうする？気づかないふりをする？大声で助けを呼ぶ？スマホで写真を撮る？チョークでなぞる？やだ、事件か。現場検証じゃんか。番号書いた小さい札とかも立てる。年のせいか難聴気味に陥った聖徳太子は、住人の話を一人ずつ聞いたが、それでも2回聞き返し、3回目についにこう言った。後で LINE して。わろた、時代よ時代。凡人丸出しやん。文字に残すというのはいいやんだ。なんかいろいろ怒ってるけど、眠気には勝てないので寝る。おい、危ないぞ。寝てる場合と違う。永遠に目覚めないやつだな。警告、離れてください。吐き気がします。あ、お、おん。了解しか選択しないやん。了解なんか押してたまるか。店頭から持って帰れるもんだな。こら、万引きやん。すぐに返してきなさい。家族揃ってなんてことしてる。チャーリーと芋ケンピ工場。わろた、でけえな。お腹空いてきたわ。夢もクソもねえなおい。住人いたら一人ぐらい共感するあるある教えて。寝ているとき突然急降下する感覚。あるある。落ちそうなときとかね。授業中はよくあるわ。大きなマグロの解体は3人がかりで行います。包丁を入れる人、マグロを押さえる人。ねえ痛くない？ねえどんな気持ち？とマグロに話しかける人。わろた、それいらんやろ。何の意味があって。マグロを愛してやまない人なんだね。書道部がめっちゃ不良。好き、楽しそう。かっこいいじゃん。どうやって3回当たり書いたんだろ。テスト用紙回してくれない。こら、いなだれ。諦めて寝てる？よほど何かして嫌われたんだろうね。いや、全然待ってないよ。は、嘘だ、絶対嘘だ。よくもまあ言ってたもんだ。正規単位で待ってそうだな。すげえ、
田中の泥団子すげえよ。マジか、すげえな。神々しいぞ。なんて完成度なんだ。悲しい時、悲しい時。息子が40代女性に性的暴行を加えた時。おっく、説明な。よほど溜まってたんだな。笑えないけど笑ってまう。この後、本人登場。待てー、危ないよ。こっち見てるって。タイミング見計らっとるな。1、2、準備体操。3、あれ？何かある？4、テントウムシだった。5、飛んでいった。好き、受ける。いいリズムだわ。飛んでった時の体勢にツボる。大変、写メ撮ってツイートしないと、炎上なう。こら、不謹慎だ。本当にいそうで。ある意味の現代病だな。新感覚アクションゲーム B 地区。いい、やりてえ。どこに売ってる？くだらない、だがそれがいい。手を使わずにパンツを脱ぐと言い出して早3時間経過。やべえ、おもれえわ。めっちゃ可愛いし。もう途中から脱ぐ気配なしやん。海難事故に遭い30日目、不意に田中が立ち上がり、ちょっとテレパシーで誰か呼ぶわに助かってからぶん殴る決意が湧いた。おい、この野郎。おせえだろうが。隠し通したかったんだろうな。ぐへへ、メガドライブをやろう。顔、いいやつ。微妙に欲しいかも。なおソフトはないのよ。エイム20分、松岡修造、起床。わろた、はいよ。まだ寝ててくれ。近所迷惑だからやめれ。おじゃる丸、今日こそ尺を返してもらうよ。すご、これは。これは返すしかない。クオリティが異次元だわ。ハンバーガーにケチャップ入ってなかったんだけど、ご安心ください。それなら背中にかけときましたよ。なぜ？かけるな。笑顔でなんてことを。店員さんの服にもついてんじゃん。幽霊なんで調子乗ってたら乗客全員が霊能者。わろた、すげえな。調子乗りすぎ。誰にも迷惑かけてないからいいじゃん。例えて言うなら天下一品ラーメンを天一って訳したら残りの下品の気持ちはどうなんだっていう、いいとこばっか取ってごめん。いいね、お下品だわ。ひどい例えやな。天一のラーメンうまいよね。頭が良くなった気がするスタンプラリーをコンプリートしたが虚しい。あ、確かに。なんか虚しくなるね。虚しさを集めるラリーだな。ああ、この人とは友達になれそうにないな。なぜそう思った？別れてもまだ好きだから。素敵、なるほど。なんだか切ない。胸がチクッとなりました。カンニングの紙が舞い降りてきた。え、ありがてえ。見えるぞ。すっげーわかりやすく教えてくれてるやん。花粉に勇敢に立ち向かった男たちの像。あ、ダダ漏れ。ホカゲたちなのか。一番耳が特にやで。クソオフサイドか。わろた、平和だわ。元気だなぁ。家で何してるんだよ。燃料タンクにレッドブル入れてみた。すげぇ、飛べ飛べー。翼を授かってるやん。これが未来の車か。牛、豚に比べて加工に手間がかかります。鶏肉いってね、ハンバーグ。わろた、大好き。ケンタッキー。ハンバーグ師匠もびっくりだな。ピザーラの新作。わろた、カスカスやん。食欲なくなってしまうわ。4種のプレミアムごっさん。この帽子だけは触れさせねえ。サンクスから預かった大事な帽子なんだ。配達王に俺はなる。わろた、サンクス。なまってるのか？ええ顔してるわ。住民、バイクの改造、爆音の出し方、昔より甘い。わろた、そっちかよ。皆さん OB なんですね。不況だしガソリンも高いし、ねえ。高橋くんの課題図が、ドヤ顔でえげつない下ネタを連発する祖母と、頬骨を打ち砕く母が大賞を取った。は？カオス。課題なのか。表現が秀逸だわ。ピンポーン、ピンポーン。とてもいい人です。本当かしら、怖いわ。は、怪しすぎる。自己主張強いな。言わんでいいことを言うから。今日はあなたの大好物よ、と妻が言うので楽しみにしてたら、隠してたキャバクラの名刺と俺の携帯の煮物が出てきた。こわ、マジか。似たのか。何もなかったかのように食い切るしかない。
町中を豚骨スープだらけにした犯人が逮捕された。うっわ、可愛いんだけど。一匹から出る出汁の量じゃねえ。耳を引っ張ったらかわいそうだよ。なんとなく頭を引っ叩いてみたら後頭部からエアバッグが出てきた。わろた、マジかよ。どうやって入ってた？誰から？何を守るために？今どこ？ってメールしたら、この写真が送られてきた。タイトルは同じ空の下。うぜぇ、わろたは。いい発想だな。捉え方によって賛否分かれるな。廃虫工場行ったとこまでは覚えてる。うほ、きめぇ。だからカメって。ただの宇宙人ジョーンズだろ。イカリアのところばかりタライが落ちてくる。ガン、わろたは。不遇すぎだろうて。夏井は、ダメだこりゃ。運動会の玉入れで赤組が頑張りすぎたので集計作業が明け方まで及んだ。マジかよ、圧倒的だわ。数えなくてよくね。入れ物が相当でかかったんだな。機長、離陸できないまま対岸が見えてきましたね。一時はどうなることかと思ったがな。マジか、引き返せよ。すげえことなってるぞ。空の旅じゃなく海の旅になってる。女、この泥棒猫。浮気相手、泥棒猫はそっちでしょ。好き、かわいい。ビクってなるよね。飛んだとバッチリだわ。大佐、こいつはいいどんぐりを拾いましたね。なごむ、かわいい。何が始まるんです？松ぼっくりもあるよ、三等兵。お父さんが庭で犬小屋を作り始めた。あ、顔やべえ。めっちゃ怒ってるやん。寂しがり屋さんなんだね。ビスコの新作が食べにくい。いやだ、怖いよ。クリームはどこに？口からうにょんとクリーム出てきそう。日の丸弁当を完成させるバイト。マジか、勢い良いな。そしてすべて吹き飛ぶと。日の丸弁当って売ってるものか？お前にわかる？この殺風景な住宅街で浮いてる俺の気持ち。プールで椎茸泳いでたら笑うでしょ？笑った、つぼった。例えが秀逸だわ。クリスマスだったんだな。あなたの歯を磨くの本当に嫌なの。わろた、マジかよ。なんか可愛い。先っぽだけでいいから。エッパカビ線にありがちなこと。姉妹品にポッポロサテトやチルビーカテとポップスパンソメコンチがある。すごい、ポッポロ。センスの塊やわ。絶妙に何言ってるかわかるのがすごい。巨人の賭博騒動をやじりまくるヤクルトファン。可愛い、そうだそうだ。右のやつどうした？スパイがいるぞ。ラオウが二人ほど人生に一遍の悔いなく昇天した。おお、壮観です。二人ほどって、何さ。ラオウは一人見たら百人はいると思え。ピアス開けたことを忘れてコーラを飲む。てけえ、説明不足だわ。吹き上がったぜ。青からも出てますが。ツイッター炎上。なごむ、大丈夫だろ。許してあげてください。とっても気持ちよさそうだこと。危ない危ない、財布忘れるとこだった。こら、おい待て。それどころじゃない。一番忘れてるのは常識だな。入力するたびにキャンセルボタンをしてくる。うぜぇ、何がしたい。シュールすぎる。振り込め詐欺防止なんだろうな。離婚の主な原因は結婚である。とか言いつつも僕今新婚ホヤホヤだから甘えちゃうんだ。アミターン、あれ持ってきて。僕の大好きなヨーグルーチョ。うざ、のろけか。顔がずるすぎる。私とヨーグルーチョどっちが大事なの。カンニングしやすい胸ですね。こら、どこ見てる。暫定 A なのか。不正だし失礼だし最低。アルキメデスは円周率を導き出したときこう言いました。自信ない。マジか、なんか可愛い。それを言っちゃ。しかし諦めないです。男子には関係ないから。ふ、あるー。リーダーの身長感が絶妙。好きだわ、このしたたか感。焼き魚くん。わろた、なんとなくわかる。照り焼きとちゃうか？煮魚くんとかもいそうだな。YRP のび。やっぱり廊下がぴったりだな、のび。わろた、なるほど。プチ衝撃的だわ。そういう意味だったのか。ロケットパンチが戻ってこない。あ、説明。待てど暮らせど。ただただ時間だけが過ぎていく。バントしようとしたら内角を攻められた。かわゆ、じわじわ来る。
うわぁ、ぽいわ。バッと吹っ飛ばされてね。どうかお恵みを、どうか餌を、もう食えにゃい。わろた、猫やばす。猫ちゃんだけ大人気。ワンちゃんの入れ物が一番でけえ。すみません、左腕もらってもよいですか？それじゃ、私は右腕を、くるぶし、はぁはぁ、くるぶしくるぶし。やばい、カオスだわ。くるぶしに何が？余った胴体はどうするんだ？この世で一人消せるなら誰を消す？この世に消えていい人なんていませんよ。こんなお大不謹慎です。消えてください。わろた、矛盾だわ。そういうことだね。バカって言ったやつがバカなんだよみたいな。普段冴えない課長の、一本締めの気合がすごい。わろた、神々しい。一本締めって、もっと違うところで頑張れよ。お蔵入りになった作品。わろた、何してる？まんまやんけ。何の絵なのかが気になる。父は不動産王です。娘のこの一言で医療チームの本気が始まった。マジか、あるあるん。トランプかよ。石油王みたいなノリで言うな。横からチョークを投げられた。マジか、そうきたか。右のは何なんだ？でっけえチョークだな。補欠の田中と山本がライン引きに青春をかけ始めた。わろた、って顔しとる。そんなところに青春を。胸がキュンとしてしまったわ。絶望的な体勢になったにもかかわらず恐ろしい執念でこの状態から100回近く飛んでる。マジか、すげえな。これはやっぱり、プロのなせる技ですな。彼女が捕まえてごらんと言って走り出してから5時間が経過。アホやん、笑ってる場合か。はよ追いかけろや。きっと長距離ランナーなんだよ。赤だ、赤の行動を切れば爆弾を止められ。あ、チーズ。ミスったな。核爆発レベルじゃない？俺はツイッターで、B、私はブログで、C、僕はフェイスブックで、D、俺は単なるネタバコで、炎上しました。うまい。なるほど。何もかも失ってんじゃん。ごめんね、みちこ。母さんあなたが部屋に男を連れ込んでるんじゃないかなんて疑っちゃって。はぁ、安心したらお腹すいちゃ。わろた、ビビるわ。アイアンマンなのか？どうやってそんなとこに入った？ちびまる子ちゃんのエンディングまで待機中。好き、いいねえ。こいつだったのか。なんかちょっと怖い。欲しい、99%。欲しくない、1%。日の丸を完成させて。おい、深いわ。1% どうした？ここは空気を読んでほしいな。何でもキノコに変えてしまう超能力者 VS 椎茸。はぁ、すでに。能力者用済み。一体どっちが勝つのか。すいません、通りますと言って1時間経過。近い、怖いわ。よくも1時間も。なんでそうなったし。おじ、これで何か美味しいものでも食べなさい。わろた、そういう意味。確かにある意味正解。美味しいものもくださいな。会話の一方通行。あ、はい。怖えよ。どういう様式だよ。サバ読んで17歳という設定だったのに、ろうそくがちゃんと27本ある。バレとる、サバ読みすぎ。そしてこの顔である。もったなぁ、盛りすぎだわ。露骨、をつけて面白くしてください。トトロいたもん、露骨に。おっく、露骨やわー。いつでも会えるやん。マジモンの隣のトトロやん。へぇ、汚れたままで家に上がるのはやめたまえ。あはははは、花輪くんの家広いじよう。カオス、やめた。服は脱ぐなよ。足かせつけられた花輪くん。透明感あふれるがなんか違う。おぉ、あふれる。みなぎってきた。こういうマネキンありそう。猫が大変凶暴です。関係者以外。には人懐っこいと評判です。マジか、関係者よ。何をしたんだ。猫かぶってやがるぜ。君みたいな重たい女とは付き合えないと振られたので、大好きだった彼の等身大銅像を妖怪炉で溶かして未練を断ち切る。こえ、おいおいおい。いろんな意味で重いわ。ターミネーター2を思い出した。スパイの人、怒らないから正直に手を挙げて。おいわ、めっちゃいる。みんな正直者だな。これは怒られるパターンだな。お餅おいしいね、おじいちゃん。
あ、やべえ。早く救急車を。これ絶対確信犯やろう。平吾結婚。おめでたい。さあどうぞ、我が鱗を落として豪華で焼き尽くし、めでたい宴の席で死肉をつついてくださいな。食えね、食いづらいわ。全然うまくないぞ。よし、刺身にしよう。うまく焼けた時の餃子。わろた、和むわー。なんかわかるわ。もう少し焦げがあった方が良い。ノロウイルスが怖いので、おしぼりはカラッとあげる。わろた、あげるなよ。おしぼれねえ。これなら安心だな。貞子の父のサダムです。井戸からじゃなく、インドからです。うまい、サダム。ご魅力高えな。まさかのハーフだったんか。こうしましょう。あなたは乳房を差し出し、私は泣き止む。これが私の最大限の情報です。うぜえ、なんだよ。泣いてねえじゃん。今回はそれで手を打ちましょう。賞味期限が遠に過ぎた、ただのマヨネーズさ。渋い、わろたわ。なんかかっけえ。赤いキャップが目印。新婚当初、離婚寸前。あ、リアル。あるあるですね。まるで我が家を見てるようだ。カンニングの基本。わろた、みんなして。目がやべえな。どいつもこいつもとんでもねえな。シリアル番号を入力してくださいがよくわからないので、ケロッグのシリアルを PC に見せてみる。わろた、ドヤ顔。認証しました。おでこの生え際が気になる。空を自由に飛びたいか、ははっばかいな。ひげ、若すぎ。達観してるな。そう言ってるようにしか見えん。逆転さよならホームランを打ったので、近所中を一通り回ってからホームへ向かう。アホか、アウトやん。余裕ありすぎだ。野球とはホームに帰る物語。嫁が俺のパソコンの履歴を調べてその顔になるのはわかるけど、玉は関係ないやろ。玉、おもろいわ。それもそうだな。犬の飼い方とか調べてたんかな。彦星と別れたい。顔、格好。ファン1犬2だね。1年に1回なのにこれ。恋愛ってのは、引いては返す波のようだな。あの子、先輩の贈り物にめっちゃ引いて返してきましたもんね。うわ、ツラタン。何送ったの？先輩きっとハゲてる方だよね。ホルモン一遍に焼くなや。ふ、わかる。牛の方な。腹には大丈夫やで。城下町ロケット。すげえ、かっこいいな。近未来的だわさ。こんなブリブリする花火あったよね。ミトコンドリアにありがちなこと。スケさん、核酸が重要な働きをする。ふむ、うまい。そうきたか。乳酸の貴重な入浴シーン。店主が走って逃げたため本日は休ませていただきます。店主の嫁。シャッターの鍵がかかってなかったので開けてみたら天井から吊るされ傷だらけで失神してる店主がいた。怖くなって走って逃げた。あ、怖え。不倫だな。終わってた。閉店ガラガラ。イタリア人を倒したらドロップした。好き、おもろい。ノーマルドロップ。なんで倒したんだろうか。コーンスープの缶に残った最後の一粒。わろた、説明。なんて顔してんだ。取り残され感が半端ない。ははは、カレーに蜂蜜って、ははは、リンゴだって、ははは、福神漬けってなんだよ、ははははは。はええやん、何があかんのだ。一回食べてからええ。カレーってなんだよ、カリーだろ。水族館のおっさんのコーナー。おい、キモいわ。見てて楽しくない。餌の時間とかどうなるんだろう？ギリギリで間に合ったトイレが全て使用中だった。ああ、終わったな。普通にスッキリ。結局、間に合ってないという事実。公園で交際3年目っぽいカップルを見つけるたびにテントウムシのサンバを奏でて結婚を促す市役所の少子化対策部長。好き、地味だわ。ちなみに本人は独身。しゃしゃり出てくんなや。タライが落ちてきて倒れた人を気遣う優しい彼だが、今度は超巨大なタライが落ちてきていることにまだ気づいていない。おっく、やべえぞ。いろいろ面白いわ。どこを気遣ってるのか。先生、今日はチョーク化がないから田中で書くぞ。おい、マジかよ。どうやって書くねん。先生と田中の筋肉すげえな。ジェリーから LINE の友達申請来てる。かわいい。
吸われるんだね。きっと罠だと思う。友好条約を結びたいだと。刑事ドラマあるある。自動車修理工場の整備士が車の下から出てきて、あいつならやめたよ。だな、あるある。相棒率の高さよ。からの、電車の時刻表トリック。ふざけるな横蔵。と言ったはいいが、胸ぐらの掴み方がよくわからないまま5分経過。アホや、気まずいな。次進めばいいのに。暴力はいけませんよ。久々にブログ開いたらめっちゃ炎上してた。はは、物理的。文字通りですやん。どういう原理だよ。テスト終了後、名前までカンニングしてたことに気づいた。おバカ、アホすぎる。気づいただけまし。血の気が引いただろうな。いくら探してもサングラスがない。おい、バカかお前。つけてるじゃんか。もう一個あるんだよ、きっと。作品名。無限の想像力。ふん、タオルだな。くだらねえな。若気の頃に履かせて成長を楽しむ。動物園のまかないが、たまに豪華になる。あ、おいこらー。やっちまったのか。これは、豪華すぎだろうて。実況、綺麗に決まりました。トリプルアクセル。かわいい、かっこいい。決まってるねー。笑いと癒しをありがとう。焼肉網の上で焦げついた椎茸。切ない、救えなかった。フォーエバーミー。何か忘れちゃいないかね。家で買えないもの、スズメ、竜宮の使い。浮気相手。だな、確かにだ。別に買いたくねえ。こっそりなら買えるやろ。デートの最中に嫁がくっせ、と叫んだので、さっき言った王将で一つだけキープしておいた餃子をケツポケットから捨てる。おもれー、なぜポケットに。しばらくに追ってそうだが、多分原因それじゃないと思うな。質問は？はい、ブルキナファソさん、いや、これ国名です、失礼、東芝さん、それパソコン、カカオ豆、誰が豆じゃ。わろた、テンポ良い。仲良しかお前ら。漫才みてえなやりとりすんな。バケツリレーの最後がこいつだったせいで実家が全焼した。おい、くそ。気持ちよさそうに。そんなことよりバケツ喫茶。吉田に新品の消しゴム貸したらめっちゃ使われて帰ってきたけど、怒るに怒れないクオリティ。おお、すげえ。消しゴムでっか。違う意味で使いたくない。見えてないのでやりたい放題だが、やることの規模が小さい幽霊。いいね、おもろいわ。その気持ちわかるよ。恐怖感を全く感じないな。お前の落としたわしはわしか？それともわしか？どちらも落としてません。正直なやつじゃ褒美にどちらのわしもやろう。いらぬ、めっちゃおもれー。もうわけわからんくなる。わしの押し売りですな。富樫先生が新作を発表。うん、ありそう。めっちゃ適当やん。セリフすらなしなのか。テレビの視聴者プレゼント用に可愛いイラストも添えたハガキを書き終わったところで、画面端に再放送のテロップを見つけた。あ、あるある。ピキになるやつ。ちょっと恥ずかしそうだな。ヌーのホルモンはおやつに入りますか？おっく、何それ。おかずっぽい名前。周りは完全に呆れておりますやん。部の入力に成功。わろたは、楽しそうで。みんな仲良しなんだね。ワードパッド使えば一発。最近の若い人はみんな逆走してるわね。こら、あんただよ。とりあえず口閉じようか。外国生活が長かったんだろう。一人で遊園地で遊んでたら偶然同級生とすれ違ったので、とっさにそれっぽい子の肩を触って子持ちを装う。は？見えっぱり。起点聞くねー。同じような体型してやがるぜ。俺のタンクトップの内側に育毛剤を塗ったのはお前か？わろた、おもろいやん。効き目すげえな。電話が昭和じゃんかよ。空中ブランコ、三人一組で行う。ゆっくりと前後に揺らし。話すなよ、絶対話すなよ、が聞こえてから話す。最初はマット上で行う。出川、最初は優しい。最終的にどこだよ。最後は北極の海でやります。この間の結論はどうなりましたか？実は、さっき君にあげたサンドイッチに挟んだ。わかりました、失礼します。え、トイレに行くのか？諦めるの早いな。そんなに必要そうじゃなさそうだな。
深夜にコンビニでたむろする不良たち。ひゅー、かわいいねー。残飯欲しいのかな。これは追い払えない。クリスマス限定のソリ引き短期バイトの面接会場ってここですか？かわいい、するのかい？多分君じゃ無理だよ。ソリ引かなくても横に乗っててくれるだけでいい。ハリセンボンが両方ダイエットした。わろた、仕上がってる。天に召されてるわ。ステラおばさん痩せちゃった。先生の一発ギャグ、起立、礼、ジャック・ウィルソンが豪快に滑った後の倫理の授業。ああ、懐かしい。この一発ギャグ好き。倫理の先生ってのだね。おい、許してくれ京子。おい、これは気合じゃ無理だ。おい、聞いてるのか京子。おい、おもれー、払いたいわ。何したんだよ。ぜひそのままで、口も塞いどけ。同世代だったらしく、昔流行った電撃イライラ棒の話で盛り上がる。わろた、懐かしい。なごむねー。レントゲンでやんなや。頭上のたらいは何かって聞いてんの。あ、バレたか。落ちる寸前。気づいても言っちゃダメだよ。先生が投げるチョークを軽々受け止める2年 D 組の精鋭たち。すげえ、こういうの好き。無駄にかっこいい。投げる方もすげえな。銅は銅運気の銅、霊は練炭自殺の霊。ファーはファミマのファー。ちょっと待って、気になる？いろいろ気になるわ。わろた、気になる。ファミマどした？その流れでなんでファミマなんだ。キスするから目つぶっててねと言われてから5時間経過。おい、気づけ。5時間もすげえな。何かの罰ゲームなんだろうか。幽霊役のオーディションを受けに来た無名の女優の怖さが半端ないが、履歴書を見たら生年月日が200年前でちょっと嫌な予感。え、マジかよ。ちょっとどころじゃない。その予感多分的中してるわ。水前寺清子を、より水前寺清子にするためアルプスの清水を注入したら天使の歌声になってキャラに合わないので、にがりで調整する。は？どういうこと？すげえ発想だな。にがりで調整できるのがすごい。船が沈没したが奇跡的に通りかかった豪華客船にルームサービスをもらい、上をしのぐ。いや、おい。バカだこいつ。だから助けてもらえよ。AI が強化されたルンバの新作が、ゴミの成分の大半が猫の毛だと気づいて、元を絶とうとしてくる。おお、AI 怖いわ。猿の惑星みたい。なんか映画できそう。時々さよなら天さん、とつぶやくので怖い。怖え、はよおろせ。上手ですねー。とりあえずほっといていいと思うな。スナック。ボインだけで話す店。わろた、むずいわ。会話にならねえ。ちょっと行ってみたいわ。横向きでの定時バランス、横向きで両手で体側や前方に伸ばして止める。わら。ひでえ、笑うなや。こういうの大好き。めっちゃ贅沢な格好の使い方だ。あの裏もあったんかいで有名なやつが、大きくなり、裏も冷静に対処している。わろた、学習したな。成長したんだね。実は2枚目もあるとか。選挙戦で対立候補側からのスパイがいるとの情報が入ったのでサーモグラフィで調べてみたら一人全く応援に熱が入ってない男を発見。増えた、こういうの好き。顔でわかるやろ。もっと熱くなれよ。ここをこうして、こうしたら、ほら、可愛くなりましたよお客様。わろた、かわいい。これは卑怯だわ。お前の方が可愛いよ。友人にイギリス旅行の写真を見せてもらったが多分言ってない。わろた、そうだね。チョイスがもうイギリスよりはフランスっぽい。息子のダンゴムシ探しが日に日にヤバい。ちょ、すげえ力だ。あられちゃんかよ。そんなところにはいねえよ。レッドブルーの賞味期限が切れていた。ああ、枯れてるやん。レッドブルだろ。それじゃただの紫だ。カンニングのアナログ派とデジタル派。それな、わろたわ。じゃあ俺は竹山派。デジタル派が間違えてたらともだ俺。まずは最初のおはがき、ワニさんの好物は何ですか？それはね、お嬢ちゃんのような若い娘の憎さ。はっはぁ、容赦ない大自然。おもろ、楽しそうだ。テンション高え。容赦ない大自然、ってのがいいね。たかしくんが本気を出したらどうなる？
兄弟仲良く出発するし、飴玉もぴったり分けられる。だせ、なるほど。ほんとそれよな。算数式になれたかも。20キロを過ぎたあたりから行くよ師匠のホルモンバランスが崩れ始めた。わろた、マジかよ。ランニングでか？最後まで行ったらどうなる？君には点をもらう資格がないようだな。うまい、なるほど。まるでいいと思う。戦時中の教科書みたい。暗証番号入力は忘れた頃にやってくる。わかる、確かにだ。漢字違くね？唱えるタイプの番号なんだよ。あなたはベストタンクトッパーに選ばれましたとメールが来たので指定された場所に来たが案の定誰もいない。あら、かわいそうに。期待してたんだな。心なしか弱そうに見える。これより、僕たち漫画研究部の発表を始めます。マジか、絶対違う。筋肉の無駄遣い。ドラゴンボール好きとかかな。短期で結婚できないサムが水晶玉で結婚時期を占った直後、過ぎとるやないかい、と水晶玉を床に叩きつけ破壊、そういうとこやで。わろた、過ぎるわ。そういうところやで。最後の一言までのためがうまいわ。クラクションが壊れたので、自力で頑張る。わろた、ご機嫌や。そうまでして鳴らしたい。この後エアバッグがビビって開く。黒猫ヤマトの株主優待が気合入っている。欲しい、ベストフット。黒猫じゃないんですね。ペット不可のマンションの人はどうすれば。30歳になったら送られてきた。うまい、おめでとう。チェリーポッター。30歳まで童貞だと魔法使いになる。会議が行き詰まり全員がイライラしてる中、ロボットダンス症候群の発作が始まってしまった。わろた、シュールだわ。そんな病気あるの？ある意味なゴムかもしれないね。爽やかなたらい回し。おもれー、笑顔だわ。めっちゃ喜んどる。すがすがしいまでの胸クソ感。先生が投げたチョークを隣の席の田中で防ぐ。わろた、すげーな。どんな握力だよ。防げてない気がするぞ。気になるのは12069番の存在。確かに、ピッチーめ。キノピオかもよ。いやいや、クッパでしょう。控えのジョンがスパイクの紐を結ぶイメトレが、かれこれ89分経過。あ、好きだわ。高めすぎだろうに。最後のアディショナルタイムにかける。10人に1人ぐらいは伝わるあるあるを教えてください。シャンプーで髪を洗って泡を流すとき、目を開けたら目の前に幽霊やお化けがいそうな感じ。ある、わかるん。小学生あるあるだな。きっとね、後ろに燃えそうな感じなんだよ。修学旅行で女風呂を覗くための練習もいよいよ最終調整の段階に入った。ガンバ、青春だね。それ風呂か。上のやつしか見れない。人の皮置き忘れる陽気なサザエ。こわ、一つ目やん。陽気なってなんぞ。めっちゃ早そうだわ。大丈夫、大丈夫だ。一応グッチの新作だし大丈夫だ。わろた、おもれは。何が大丈夫なんだよ。おしゃれが、一周した途端。迷彩服の力を過信し絶対に気づかれないだろうと、上司の前で悪口をずっとつぶやく。おい、バレてるわ。過信しすぎだわ。ステルス使いや。ボーダー柄の発明で白黒が若い。うまい、なるほど。その手があったか。ストライプの参入により、第二次大戦に。逆転不可能な点差がついたので審査員をおちょくる方向にシフト。わろた、って顔してる。まだ諦めんなや。それをして結局どうなる。実況、80% のトグロがフッター。解説、あのバット実はお兄ちゃんなんですよね。好き、やるねー。懐かしいわ。野球選手になったのか。久しぶりに椅子取りゲームしたら普通にみんな座れたので、冷静になってルールを思い出している。好き、おもれー。確かにありそうだわ。なんかいろいろ間違ってそう。これからウイルスをばらまきたいと思いますが、私のパソコンに移ったらしく、うんともすんとも動きません。あ、アホや。何を堂々と。こうして世界は救われた。いいか、そこの井戸の水は強烈な酸性じゃ。絶対に使ってはいかん。顔を洗うなんてもってのほかじゃ。なあばあさん。わろた、おい、ばあさん。ばあさんにも言えよ。
じいさん知ってて教えなかったな。音楽が止むと一斉に襲いかかる。バロタ、どういう状況だ？何をやらかしたんだ？餌がなくなる頃に音楽が止まるのか？神よ、どうせ去勢される運命ならば、なぜ我々に金玉など与えたもうた？だね、惜しい。でけえな。こいつならまた生えてきそうだが。新品の瞬足に体がついていけない。バロタ、おもれえ。その瞬足欲しいわ。足だけ吹っ飛んできそうだ。中古の安い車を買ったので、とりあえず一人でドライブしてみた。おい、やべえぞ。ついてるついてる。指輪の取り機関も怖い。2年前、俺は世界を見てくる、と言って家を出た親父からへハガキが送られてきたが、どう見ても車で5分の隣町。バロタ、来てよ。合成じゃんか。車で5分で山中に住んでたんか。店員さんにお似合いですよ、サイズもぴったり、と騙され買ってしまった。おもれえ、騙されすぎ。どう見てもおかしいだろう。首の骨折れるんじゃないか。浮気相手と風呂に入ろうとしたら、浴槽から嫁が出てきた。すげえ、かっけえよ。ホラゲーの中ボス。ずっと浴槽で待ってたのか。昨日の夜から頭痛がひどくて、B 地区引っ張っておきますね。お大事に。わろた、シュールだわ。ビヨーンとな。めっちゃ伸びてるな。オンライン対戦ゲームで逆転勝ちが決まった瞬間、隣のやつが規制を上げ始めた。あ、規制。あるあるですな。それ私ですって言えよ。関係ない関係ない。マジかよ、無傷なの。楽しそうだな。どう見ても高速っぽいが歩きで帰るの。バトル漫画の表紙の主人公、1から5巻あたりと20巻以降あたり。わかる、あるある。顔と体変わりすぎるやつ。ギャグから王道バトルに変わるのもある。ごめんください。今回オタクを担当します。たくみです。え？じゃあこの男は一体？わろた、気づけや。明らかに違うだろう。偽物に好き放題やられよった。でも気をつけてね。あなたが黒人力士でいられるのは深夜12時までよ。わろた、誰得だよ。何のための魔法だ？ガラスの回しでも落としていくのか。ガラッハンカチは持った？あと転んで怪我したら大変だからカバンに絆創。うっさいねん、もう出陣やから。わろた、かわいいわ。もう出陣だからな。これが後の武田信玄である。うどんこねてた新人アルバイトが目を離した隙にふざけてた。こら、仕事しろ。炎上するやつやん。クオリティ高いな。みんなであなたのことが嫌いな理由を論理的に分析したの。辛い、辛辣だ。グーの根も出ねえわ。なんてほがらかな顔でえげつねえことを。倒した鬼に難病の息子さんがいるという事実を知った。深い、罪悪感。苦悩の日々が続く。俺は何も悪くない、俺は何も悪くない。イライラさせると窓を足でガンって蹴って威嚇する。いる、あるある。ご機嫌斜めなようで。CD のジャケット写真みたいだな。来る日も来る日も働いて、自分のために誰かのために少しずつ溜め込んだ努力の結晶をある日家に帰ると根こそぎ持っていかれてしまっていた。蜂蜜とはそういう食べ物です。ちなみに、一匹の蜜蜂が一生のうちに集めてくる蜂蜜の量はスプーン一杯分くらいだそうな。うわぁ、食えねえ。ほんとごめんなさい。必ずいただきますしようぜ。え、この水族館って餌代取られるの？ああ、ひでえな。給料から引かれてますね。ペンギンの首の角度がめっちゃ良いな。リストラされて絶望感に打ちひしがれながら公園の椅子に座ったところまでは覚えてる。あれ？何があった？異世界転生か。これは名作映画の予感だな。では今から基礎の運動をします。まずはとりあえず左手を4本にしてください。無理だ、基礎とは。ハードすぎるわ。次は右手も4本にしてください。新品の G-SHOCK を自慢してたら向こうから中古の G-SHOCK をした怖い先輩がやってきたので、慌てて消滅するまで舐める。雨か、好きだわ。レロ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 。本当に消滅してんじゃねえか。ここからケチャップで大惨事になる。あ、盤面変わる。想像したら大惨事だった。すやすやと寝かせてあげてほしい。
数学の公式より、お腹の子の父親が知りたい。え、重大だろ。全くもってその通りだわ。思い当たる節ありすぎるんか。学問の神様にあるまじき行為、法外な再選を要求する、偏差値70以下の人権を認めない。好きな芸人はカンニング竹山。わろた、おもろいけど。名前だけだけどな。別にカンニングしてるわけではないぞ。ひらがなとカタカナが和解した。好き、大人だな。ミスチルっぽい。絵をなんとかしてほしい。審査が通らなかったアコムの自動契約機に父毛を押し当てる嫌がらせをしてたら警備員が来た。わろた、カオスだわ。どういう状況これ？どういう心持ちでやってるんだろうか。実況、さあ、レースも大詰め、清水が現在トップ、大岩も追いついてきた、清水か？大岩か？清水か？大岩か？猫が来たー。いい、好きだわー。どうして猫が？最後の一言最高だったわ。それではいよいよ美味しい水ランキング1位の発表です。おい、何してる？別にうまくはない。生き生きしてんなー。そんな悪い人とは知らずに餌はもらいましたけど、全部返しましたよ。嘘つけ、絶対返してない。ほっぺの中身を見してみ。めっちゃ欲張ってますやん、はみ出てるし。暮らし案遅いっすね。おぜえ、第三次案。手遅れ感半端ねえ。それにしても落ち着きすぎだろ。またお前か。可愛くて綺麗な髪をした。おとなしそうで小柄なミニスカートの高校生を物色してるんじゃないだろうな。おい、お前もか。やけに詳しいな。お前も似てんじゃねえかよ。車掌、本当ですか？少女、ええ、すべてわかりました。電車内殺人の犯人とトリックがね。これは、奴はどこにいる？実写版だとこんな感じ。ついにあゆみちゃん使ったな。残念でしたな、教頭先生。このままわしと一緒に大気圏で燃え尽きましょうぞ。我々の時代はとうに終わっているのですぞ。おもろい、どういう状況？王道バトル漫画のラスト。は、離れろ、話せ、こんなところでこの私が。規約の佐藤が想像以上に仕上げてきた。おお、最強やん。後ろから後藤が。いや、左の鈴木もなかなかだ。夏のサンタは仕事を選べる立場ではないのだ。好き、楽しそうだ。辛いお仕事ですね。子供たちのためにこんなにも。手術中のランプが消えて出てきた医者が一言。怒らないって言うなら話すけど聞く？ああ、怒らないっていうか。まさかのお母さんなのか？怒らないから、正直に言ってごらん。久しぶりに裁縫道具を開けたライトとオスアレが結婚してた。わろた、おめでとう。まさかの展開。赤い糸通せてよかったね。洋館で洋館を食べるみたいなことを言ってください。ホテルでホテル。け、お盛んですな。何があったのか。洋館は洋館で食べる派です。誰か来てください。119番通報してください。あなたは。僕の勇気ある行動をツイッターで拡散してください。好き、いいねえ。下心丸出しやん。そんなこと言ってる暇あるのか。そこに足をかけているうちはどんなに頑張っても抜けない。わろた、確かにな。そう言われるとそうだわ。葉っぱだけちぎれて絶望的な状況になるな。遠足でスパイシーモスバーガーを食べてる友達を凝視しながら、おかんが作った馬の内臓コンプリート握りを食べる井上。わろた、何それ？逆にすげえよ。加熱するなら食ってみたい。100円入れたけど全く動かず、愉快な音とともに首が伸びた。わろた、興味ある。乗ってみたいわ。いくら入れたら動き出すんだろうか。トイレだと思ってうんこしたら、村に唯一ある井戸だった。あ、やっちまった。あ、そうだったんだかん。なんてことしてくれたかんがたまらん。社員に明らかに黒猫ヤマトのスパイがいる。わろた、いたわー。まんまでわろた。肩幅えげつないなー。思った以上に可愛くて辛い。好き、いいねえ。なんか怖い。髪型って大切ってことがわかりました。丸×クイズで自分だけ丸だが、動じないよしのぶ。大佐、すげえ弾力。動じない、全く動じてない。そういう見方をするとはあっぱれです。みんなー、これは罠だー。
まっしぐるなー。わろた、かわいい。まっしぐるなって、猫まっしぐらってことなのね。夜間、60分100円。夜間最大料金100円。ただし午前8時を超えますと、ドルに変わります。おっく、高えよ。すげえぼったくり。何が何でも8時前に生産しないと。当時はきつい。3位、鼻血と鼻水。2位、吐き気と下痢。1位。自分で考えて動けと勝手なことするな。うまい、確かにだわ。割とよく言われる気がする。くしゃみとおならとかもやだけどね。源義経他3人がいとよろし、と言っています。わろた、なるほど。その時代だとそうなるね。PC のロゴマークもなんかいい感じ。ホテルへの送迎が猫バス。ワクワクが止まらない。いいね、乗りたいわ。ワクワクもふもふ。ホテルのベッドよりもふもふしてそう。こんなに鍛えても、どんなに鍛えてもパーには負けるのよね。だな、物理では。石をも断ち切るハサミがある。あと1年くらい鍛えれば貯金には勝てるよ。何時かわかりませんか。とりあえずおはようございます。月、とりあえずって。すげえ適当感溢れてる。時計いっぱいあるもんね、仕方ない。ランボルギーニ？わろた、ビビっとる。これは言ってるわー。多分当日に言われたんやろなー。献血長いなー。あ、これは。やばいやつやんか。しこたま持ってかれてるやん。吸い殻。幸いかな？なるほど。読み方ねじ曲げた。どう読もうと読み手の自由だからね。芦田愛菜さん入られまーす。わろた、チョイスが。ビッグになったもんだ。と見せかけて奥の白いワンボックス。あっはは、打てないと思ったら網がついてないじゃないか。わろた、わろてる場合か。なぜ気づかなかった。はじめからやる気ないやんか。ひっつかまわれてー、連れてかわれてー、やと追われてー、今日もおくばるー、吠えるー、明日への道を切り開くー。すげー、かっけー。最後かっこいい。波乱万丈な毎日だな。映画やアニメのタイトルを10倍にしてください。ランマゴ。なるー、確かにだけど。計算してもうた。どういう話になるんだろうか。逆さにすると、虎になる。つこ、見えたわ。虎の顔に見えたわ。バカな、そんなことができ、わお。これから一人一人の黒歴史ポエムをいい声で熟読していきます。お前らが言うことを聞かないからいけないんだぞ。わろた、ご勘弁を。やめてくれー。みんなが静かにならないから。ヘデドレミファソ、まで出たけど、ラの代わりに実が出た。うまい、そんな顔してる。みっちりみちみち出ました。ラの音の前にも一回実が出てる。真っ黒クソ野郎。あ、増えた。なんだよこれ。なんか一方通行みたいだな。お腹が減るとこの顔。いいね、可愛い。とりあえずギュッとしたい。うるんだ、麺玉こぼれそうだな。わろた入浴中の顔。ふ、わろたは。わかるかもです。まあそういうもんだよね。ハワイアン教室とついに和解した。帰れ、あかんやつ。これめっちゃおもろいやん。裸足でしてたら痛そうだな。遅い、それは残像だ。増えた、クソわろた。そのまま逃げればいいのに。残像ならぼやける程度に映ってるのでは。お湯に浸して3分待つだけ、お手軽インスタント彼氏、第1弾は選べるこの5人。怖い、ホラーやん。インスタント彼氏とは、浸すだけの容器が欲しいです。面接でやってはいけないベスト3、敬語が下手、挨拶を忘れる。正直に話す。わかる、確かにやわ。それで失敗したことあるわ。逆にこれで成功したこともある。ホテルで和田アキ子が寝返りを打ちました。すげえ、よく全開しなかったな。ご当人も落ちてるねこれ。まあこの程度で済んでよかったな。仮装したおじいちゃんの遺骨がカラフルハッピーすぎてウケる。おもれ、何それ。カラフルハッピー、おじいちゃんレゴでできてたの。この発言もセクハラです。ちょっと太ったね。彼氏とうまくいってる。おはよう。わろた、理不尽だ。愛されてるじゃん。もはやそういう位置づけになってる。な、言ったろ。おでこ広いから単発にしたくなかったのに。わろた、ナスだよ。単発のレベルよ。いやいやいや、とってもお似合いですよ。なに？
何がめでたいの？何？何が？怖い、やばいわ。誰も何も教えてくれない。この後絶対何か起こるやつですやん。こんばんは。手が折れる覚悟でご挨拶。カオス、これは折れる。そこまでしないとダメ。挨拶といえど手は抜かないタイプ。新しくできた老人ホームは仕事が早いと大評判。やばい、そっちはダメだよ。なんてところに滑り台が。これ小さい子用じゃないの？等身大の操り人形で料理をする器用な春風亭昇太。マジか、すげえよ。からくり人形か？その体勢で操作してるのがすげえ。ぐる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 コサミン、おまわりさんこいつです。せいせい、何してる？何が楽しいんだろ。そりゃそうなって当然だわ。和田アキ子、なあ、お前らもそう思うやろ？ですね、間違いない。私もそう思います。綺麗に100対0になってるね。アップルが右鎖骨をチョップすると左腕が上がるおじいちゃんを発表。わろた、需要ある？誰得の機能だよ。左肩で腕の角度調整できるんですね。落とし穴に落ちて落下中、隣を見ると冷静な人が一緒に落下していた。わろた、一緒に落ちる。落とし穴深いねー。いやー、落とし穴は初めてかい？あんなに遠くへ捨ててきたんだ。今度こそ帰ってこないだろう。さよならポチ。かわいい、くつろいでる。捨ててはダメです。そりゃ離れたくはないだろうね。糸通しの中でもエリートの方増えた、エリートって。よく思いつくな。顔がキリッとしてるもんね。弟がテレビに貼ったシールが邪魔で仕方ない。じわる、剥がせよ。それシールなんか？このシールどこに売ってるんだろ。欲しい。どんなにいじめてもお前らの情の裏返しなんだろ？って効き目がない。強い、泣けるわ。笑顔が眩しい。いじめをなくすいい方法だな。間違いです。何かの間違いです。僕ダイエット目的のコースですから。好き、本気やん。ボクササイズ的な。物理的に削ぎ落とすってか。今回のハッピーセットはこの6種類。いやね、大体似てる。水に浮かべて遊びたい。真ん中左が熱いな。きっとレアだわ。ランランララランランラン。くそ、おもろいわ。いろいろかかってる。どれがララかめっちゃ気になる。パパが30ドルで落札された。おい、喜ぶな。パパ何したのさ。オーディションなの？スリにあった、空き巣に入られた、彼女に振られた、ダウン。うまい、おもれ。そう見えてきたわ。なるほど、それでダウンか。俺は学校の用務員、あそこは一生用務員、けどお金を払えば用遊園、あそこペロペロ、用務員、あっ校長先生。わろた、楽しそうだわ。悩みなんてなさそうだ。続きがめっちゃ気になるわ。みんな新人の木村さん。ちゃんとした挨拶をされるのが好きな62歳です。マースとか語尾を伸ばされた日にゃ、それはもうブチ切れます。よろしくお願いしまーす。早速、増えたわ。言われちゃったね。この後の乱闘が頭に浮かぶ。よし、網だくじで決めよう。うわ、カオスだ。終わらなさそうだ。じゃあ俺は右から3番目ね。マスク。酸素 99.99999% カット。わろた、苦しいわ。息できないやんか。どんな成分でできてるんだろうか。特許、商工、法話、模主挨拶。ご本人登場。おい、マジかよ。ドッキリかよ。満を持してのご登場。旦那様、セクシーが溢れております。まだまだ。次は袖をちぎろうぞ。これ以上のセクシーを求めに、なんという向上心。わろた、やべえな。溢れんばかりのセクシー。トレンディエンジェルにしか？下ネタしか言わないせいで番組降板が決定したジョゼフが最後に嫁のマンケをばらまいた瞬間、待機してた狙撃犯に膝を打たれた。おい、発想が謎すぎる。テレビでそんなことするなよ。狙撃犯待機させておくところがすごい。テトリスで一つ目から置き間違い。わろた、やるやるん。待機感がシュール。よくやるけどやっちゃいけないやつ。あなたを帰りなさい。ヒットにする？ホームランにする？それとも正直に話す？わろた、バレてるねー。正直に話しても、
かっ飛ばしちゃってください。おい、焼きそばパン買ってこい。ご一緒にポテトはいかがですか？いいやつ、できるやつだ。マックの回し物なのか？炭水化物のパレードやー。左腕やられたけど、それ豆？マジ？冷静だな。めっちゃ落ち着いてる。それはもはや近代兵器だな。このマークの意味とは？当ホテルはオートロックです。増えた、わかるわー。フロントにレッツゴー。最近のホテルは大抵どこでもだよ。世界一おバカな田中が教習所でやらかしたこととは？ハンクラって言われて、ちょっとだけクラクションを鳴らした。くそ、マニュアルか。不覚にも笑った。オートマ限定にしとけばよかったのに。全然平気二人、なんだか怖いと思う6人、命の危険を感じる92人。結婚についてどう思いますか？わろた、確かにだわ。察してしまった。生命の危険の多さすげえな。僕の波動ですか？あるよ。わろた、そらそうだ。よかったじゃん。その年でない奴の方が珍しいだろうに。敵の基地にスパイとして潜入したが思いっきり軍服を間違えて早くも囲まれてしまったので、趣味である落語で切り抜けようと試みる。すごい、頑張れー。きっといける気がする。枕でどれだけ引きつけられるかだ。夜のうちにタピオカミルクティーを塗っておいた。わろた、ほいほいか。時代を感じる。新種のカブトムシかな？鬼や、鬼嫌い。きび団子いらない。かわい、何があった？お家に返してあげて。きび団子ってきびの団子って書くのか。お経4カ国同時翻訳中。わろた、需要あるの？ジェスチャーしてるぞ。グローバルな個人だったんですね。日陰もねえ、お水もねえ、ついでにギターのつるもねえ、腹減って、喉乾き、そろそろ頭もぐるぐる。おらこんなデュオ嫌だー。爆笑、増えたわ。ついでにツルがない。完璧にヨシイクゾーの声で再生されました。こちらが自分は痩せれば可愛い、と言い張る女です。では3ドルからスタート。マジか。さ、3ドルから。ただし痩せるとは言ってない。メンテナンスにいくらいるんだ。早く実験が終わった班。うぜぇ、いるいる。優秀そうだもんな。実験でノコギリ、何の実験？おおむね60歳以上で健康デストロイヤーと呼ばれたことのある人を募集してます。ぜひご連絡ください。わろた、デストロイヤー、めっちゃ見てみたい。果たしてそんなシルバーがいるものなのか。偶然手に入れた悪魔にお小遣いアップの要求を拒否したままの化粧水を込めずに変えてこいと命令したら若干引かれた。マジか、そりゃ引くわ。もっとこう、あるだろう。偶然手に入れた悪魔ってなんだよ。天A を話すと、天A が面 BCDE にビターン。だな、ゴムか。ビターンって表現がいい。ちょっと想像してしまった。ルールがわからん、ルールわからんって。好き、言ってるわー。勢いがあっていいね。なんか知らんけど必死になって逃げるやつ。入学式の日、俺は運命の相手とで、ちょ、お前じゃない？誰だ、こっちみんな。わろた、運命とは。めっちゃこっち見てる。必死に訂正しようとしてる感じがツボ。結婚には3つの玉袋があります。わろた、そら服は。シンプルでよろしい。ちょ、続きが聞きたいわ。どんなに待ってもクリスマスプレゼントもらえなかった。残念、かわいい。あげたげてよ。そんな目で見ないでおくれ。スプーン。救いようのない間違い。うまい、なるほど。これはしょうがない。割とよくある間違いでしょ。割り箸だけに。同時通訳と聞いていたが、右から聞こえる津軽弁が左から鹿児島弁に訳されるので結局わからない。わろた、無理だわ。北から南へ流れる。そりゃまあこんな表情になるわな。無謀すぎる地雷処理班。わろた、これ好き。絶対アウトやん。ヒット&アウェイってか。うぬの名は、ランランランセイ。おっ、これ、見てみたい。ランセイというより世紀末。俺の名前を言ってみろ。トップハムハット卿、若い頃、金曜ロードショーの従業員として祖道島へやってきて、今は祖道鉄道の局長です。わかる、似てるわ。めっちゃ懐かしい。あのオープニングの方が良かったよ。あれ？
さっきから会う車みんなして逆走してるぞ。おい、危ねえ。あるある、よくある。ここはアメリカじゃないよ。ラン兄ちゃん。わろた。ちょ、顔よ。髪型は、そうなるか。体が縮むじゃなく性別が変わる薬を飲まされたのか。ほーらほーらみんなのー、声がするー。ひぃ、ホラーやん。バイオレンスすぎ。夕焼けかと思ったら火事か。怖いのは失敗することではなく、成功しても喜び合う相手がいないことだ。真面目か、刺さるわー。なんか辛いんですけど。喜びは一人で噛み締めるものではない。ラン、ランララランランラン。わろた、やべえわ。青き衣をまといし。ついに実写化したのか。頑張れもう少しだ、と叫ぶも、渡った先のロープの結び先が救急隊員の亀甲縛りなので、みんな爆笑しながら落ちていく。増えた、想像してしまった。それは仕方ないね。鼻から助ける気ないやんか。話す前にあって言うだけであだ名が小林製薬だもんな。あ、おもれえ。よく思いつくな。キファールの方がこの人に合ってる。邪魔なコンビニね。こら、近道よねえってか。わざとやっちゃいかん。貫通してきたように見える。うんちだけはやめて。頼むからうんちだけはやめて。わろた、おもれえ。なんかそんな感じだな。想像しただけでもゾッとする。おはようございます、小声。好き、恋は。寝起きドッキリだね。この後の展開が気になるわ。なくした携帯がお腹の中で鳴っている。おい、食ったのか。気づくだろう、普通。でっかい磯で焼きかと思って、丸飲みした。うわぁ。おっく、むごいわ。みんな笑顔だしよ。みんなで仲良く竹馬ですよ。なんて日だ。これは、いいね、好き。みんな楽しそうで。何があったんでしょうね。一回練習する。わろた、かわいい。シュールだわ。人前で上がるタイプかな。スピード違反はするめえ。煽りもいかんよ。うまい、座布団一枚。当たりめえだろ。噛めば噛むほどうまい。お前のこと嫌いなら乗馬させたりしねえよ。えへへへへ。かわいい、仲良しだな。こういうのめっちゃ好き。のろけちゃって、嫉妬するぜ。あまげいいごーえー。好き、ずるいわー。ノリに乗ってるねー。ここまでシンクロするとは。怪獣の、おひたし。やだわ、絶対まずい。食べたないわ。アク抜きしっかりやれば多分いける。かわいいねと答えたら何回も店に来るようになった。キュン、かわいい。なんとも微笑ましい。目がグリッとしてるところがまたなんとも。旭化成の人が来たので、住民に説明してくれるのかと思ったらこうすれば問題なく住めますよ。いひ、と言ったのでぶん殴った。いひ、おもれえ。何も殴らなくても。おお、トリックハウスか。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。略して。おいもこんなに買わない。いも、わろたわ。そうきたかー。そして、俺いもイコールおいもこんなに買わない。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ。ウィンブルドン。好き、いいねえ。後の松岡修造である。魔法も奇跡もなくてミスってな。私だ。次のターゲットを伝える。うん、かわいい。めっちゃめでたい。カメラ近くないかい？終わらない、終わらないよ。あなた、天井の模様で網だくじするのはもうやめて。わろた、やっちゃうね。網だくじならそのうち終わる。何が旦那をそこまで駆り立てたのか。ホリケンがまた手に負えない。好き、楽しそう。自由人の極み。何をしでかすんだろうか。この辺は、勢いのある床屋が多いぞ。わろた、バッサリと。そりゃ雨持ち走るな。これがカッパ誕生の秘話だったりして。沖の毒ですが、冒険の書一番は、全クリしておきました。おい、こら。楽しみが。めっちゃ立ちが悪い。織田信長がラインで使いそうな言葉。桶狭間。好き、いいねえ。OK 牧場みたい。ちょっと使わせていただきます。仕上げはお母さーん。うわ、お、お。母さん、なのか？これはもう仕上がってるのでは？印鑑の溝に金魚の餌をガッチガチに詰めて、両親が離婚届に判子を押せないようにする。
辛い、切ないなぁ。ナイスな発想だわ。スネルの金魚の餌なんだ。焼き芋の喧嘩。おもろい、こういうの好き。何があったんだ。でもなんか平和だな。ワクワクしながら女湯を覗くもババアしかいなかった。わろた、あるあるん。平日の昼間に行くから。真ん中の男子、露骨やな。お客様、これが当店で一番大きいサイ。ぬーん、お客様。え、なぜに。ぬーん、破らなくてもいいじゃないか。いいかい、母さんレベルになると机と椅子は浮くのよ。顔、すげえ。かっけえな。パソコンも無線で操れるってか。悟空の名台詞を歌舞伎風に言いなさい。あ、皆の者をあれにいいや、元気をは与えたまえよー。ダダン。好き、いいね。絶景かな絶景かな。風が効く天井立てまつるで候。こだわりが半端ないシェフマーティンは早速、料理に使う野菜を育てるための肥料を砕くのに使う巣の製作に取り掛かった。だねえ、どんだけえ。こだわるねえ。料理し始めるのは何年後だ。まずこっちのしっとりハゲは不採用。しゃくれメガネはどうすっかなー。お願いしまふ。よし、不採用。わろた、しっとりハゲって。めっちゃかわいそうだわ。スペースオペラみたいな世界観。なんてことをしてくれたんだ。君との関係が妻にバレたじゃないか。僕を選ぶって言ってたのに、ウホつき？ウホつきは反則だ。またこれも伊藤かし。その前にデスクトップなんとかしろ。若い女は美しい。しかし、美しい若い女はもっと美しい。だな、カオスだ。身も蓋もない。東地方で変わる美しさ。仲間と共に泣き共に笑い、数々の苦難を乗り越え、あと1レベルでついにギャラドスに進化する瞬間が一番脂身が乗ってて美味しい。チチク、コラコラ。直焼きやんか。この曲を進化するんですね。俺たち両方オスだから種の保存にはならんな。間違いなく食用だな。あ、ほんとだ。ノアの箱舟かな。下手したらキリンもだね。プライドが邪魔して炊き出しに踏み出せない。わろた、なんかかわいい。最初の一歩が大切です。プライドじゃ飯は食えないぞ。今回のハッピーセットはこの2種類。左で、いや右で。稼働箇所が違うんですね。もうあと2種類ぐらい増やしてほしいな。あるあるを言いたい。増えた、そうだよ。めっちゃ痛そう。僧侶のあるある今から言うよ。嘘みたいだろ、死んでるんだぜ。こら、遊ぶなや。絶対に嘘だし。このトムジェリ感は何だろう。あれ。いい、好きだわ。その気持ちわかる。くぅ、ここまででかかってるんだけど。火だけ消さして。あれ、いい子やん。山火事とか怖いもんな。裸でさらわれそうだっていうのに。雨うぜいな、すったるわ。マジか、パネーよ。勢いやべえ。ハードボイルドだわ。うわぁ、遅刻しちゃったよ。踏切のやつ怒ってるだろうなぁ。わろた、天才現る。もうカンカンやん。大丈夫、もう少ししたら収まるよ。でかい伊勢エビを捕まえたので触覚を掴んで岸まで引っ張る。おもれぇ、でかすぎ。ほんとに伊勢エビか？なんでちょっと落ち込んでるんだ？娘が遊んだ後の人形。わかる、いいと思う。釣り上げられてたな。祈祷に操られたかいと思い出した。近所の土管からキノコを持った怪しいヒゲの男が出てこようとしてたんですよ。押し込みました。グッと、こうグッと。わろた、おいは確か赤色の服でしたね。そのキノコ食べたら大きくなってねー。あっち向いてほい。あ、やばいやつ。首ごと持ってかれる。超絶物理的。あっち向いてほい。どうだった？一年後の未来は？信じられない。刑務所にいたよ。ちょっと気分転換に今から女湯覗いてくる。おもれえ、それだよ。想像力が素晴らしい。お姉さん止めてあげようよ。ダメだし、邪魔。好きだわ、邪魔って。めっちゃ吹いてもたわ。バレエのリベロみたいな感じ？この耳当て、あったかい。わろた、でしょうね。あったかそうだわ。まさかの耳当てだったのか。はは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 は、
ボタンを押して店員をお呼びください。おもれ、めっちゃ笑ってる。その発想はなかったわ。デーモン閣下で再生されました。サミダレに、ビートを乗せて最上川。いいね、ジャパニーズ潜入。重低音響いてそうだ。そしてイカーがヤークウルトラソウル。仕事と私どっちが大事なの？選ばれたのは綾鷹でした。え、なんで？こういうの好きだ。嫁の名前が綾鷹って名前なんだよ。ガスの元栓、開けといたよ。顔、ああ。なぜ開けたし？エアコンつけて窓全開にしといたよ。オンリーワン。花屋の店先に並んだいろんな花は生存競争を生き抜いたエリートたちだ。覚えておけ。はい、すんません。許してください。笑顔ですごいことを言い放つ店員さん。誰？ここに美人ホイホイ仕掛けたの？くっついちゃうぜ。あれ？天才、わろた。こういうの好きだわ。美人ホイホイめっちゃ欲しいんですけど。今のお前、ドキ、バレたか。見られているのか。我に帰りました。ありがとうございます。ピザーラ遅いな。客が待ってんのによ。あかん。割高にならんか。知りたくなかった事実だわ。検証、図書館の七日さん。深夜図書室の一番奥にある赤い本の表紙を開くと七日さんという。警備員さんにつまみ出される。だな、警備員。深夜にそんなとこにいるから。赤い本開かなくても見つかったらアウト。おじいちゃんにさっき食べたでしょと言えば食費が一人分浮くことに気づいた。顔、怖えよ。最低の発想だ。ちゃんと毎日食べさせてあげてください。野口、後ろ。怖い、最高だわ。これから何が起こる。ちょっと見守りたい気もする。庶民は想像もできない大富豪の浪費の仕方は。牛丼に卵をつけたのにおしんこもつける。マジかよ、すげえな。あやかりたいわ。卵もつけたのに、なんてやつだ。武蔵坊弁慶、千本の矢を体中に受けて。ウニと言った。わろた、いいセンス。元気そうだな。体を張った一発ギャグ。豆腐屋名いつもタイミングが悪いんじゃ。わろた、こういうの好き。お稽古しかないのね。究極の選択を強いられる瞬間。ご主人の帰りが遅いので会社まで迎えに行く。優しい、かわいいね。お利口さんだね。ちょこんと座っておられる。4番、言い方は4じゃない？しだ、もう一回、番号、1、2、3、しだ。おもれー、ゆとりか。楽しそうだね。落ち込んだ教官かわいいぞ。俺は最初じゃなくたってグーしか出せねえんだよ。伸びた、こちとらどんなに頑張っても頭はパーだよ。増えた、仲良しやん。さすが海の親。スネ夫、俺の頭はいつでもチョキさ。こっちの書類も今日中に頼む。やべえ、これはひどい。うねっておられる。芸術的な書類の積み方。止まれ、進め。早く行け、俺のこの左腕の封印が溶けてしまう前に。わろた、沈まれ。何が封印されてるんだろ。では先に行かせていただくでござる。黒いサンタ、黒いヒゲ、黒い目出し帽、唐草文様の袋、ご苦労様です。ちゃう、それ泥棒。純粋な眼差し。泥棒の鏡みたいな人だったんだね。いいユーザーな、にゃにゃん。好き、かわいい。癒されますの。ご一緒してもよろしいでしょうか？は？と思わせる言葉。あの頃は。おお、なるほど。あっこさんかよ。なるほど疑問系っとな。今まで倒してきた犬の数。つわもの、圧倒的だな。貫禄あるわー。百戦錬磨じゃないっすか。容疑者は3歩以上歩いたため何も覚えていないなどと供述しております。わろた、だろうね。鶏強い。トラベリングのルールはこうして生まれた。やから始まるつまらなさそうなアニメのタイトル。焼いたそばより君のそば。ええやん、面白そう。3話が好きだったわ。君そば映画化決定。目撃者によると、魚を盗んだ犯人は猫背の。はや、対応力。お前やろ。右の猫背より怪しいわ。小学校あるある。シャーペンを使ってはいけない。あったな、ロケット鉛筆も禁止だった。筆圧とか骨に悪いのね。必ず作るやつがいたのも懐かしい。
雷様に弟子入り希望です。ゴロゴロには多少の自信があります。かわいい。採用。ゴロゴロ違い。雷様にめっちゃ癒されとるやん。ねえ、雷もうならない？ならんよ。昨日の俺か。ずっとそこにいてもいいよ。お母さん帰ってきたらまたなるかも。貧乏を売りにした貧乏ランドで一番人気のアトラクションとは？炊き出し。なるほど。大人気だ。俺も行きたい。桃鉄のアトラクションも欲しいな。メスのカブトムシを買い出して10日が過ぎた。カブトムシじゃないかもしれない。あ、違うね。むしろレアだ。これがカブトムシなのかもしれない。竿もある。ナビは海釣り公園にセットしてる。しかし、ナビの案内を無視し始めたのはなぜだ？あの動物病院の看板は何だ？やられた。罠だ。これはいい作戦。帰りに竿はなくなってる。はい、こっちから先は雷が落ちるから通れません。パパの何壊したんだ？正直に言ってみ。かわいい、やらかしたね。なんか許しちゃうよね。これはカメラだな、確信。カブトムシの幼虫をもらって育てたが、最近違うんじゃないかと思ってきた。怖い怖い、育てない方がいい。やつから絶対目を離すなよ。これは博物館へ寄贈できるぞ。ピクミンが死ぬたびにこちらを見てくる。またか、どうしようもない。心を強く持ってね。あつ森買ってあげようか。テレビで怖い話を見た後なので気にしてなかった壁のシミが何か気になる。やん、かわいい。一緒に寝てやるよ。後ろの人は余裕やな。説明しよう。あら、かわいい。めっちゃありそう。ゲームとかアニメでよく出てるやつ。世界一おバカな田中が教習所でやらかしたこととは？あれ？甲羅とかバナナってどっから投げるんすか？おい、あるある。レースするつもりか。一体どんな世界に生きてきた？我が輩はお子である。お前は許さない。やん、かわいい。ほら機嫌直して。チューあげるから許して。猫を飼う。わろた、うまいな。もういいわ。見事な合成である。気が済むまで殴ってくれって。あんたわろた、痛そうだ。殴れねえよ。モフモフもできなさそう。説明しよう。おう、頼むぜ。かわいい。言葉足らずな感じがいい。有名な俳句に七七を足してどうでもいい歌にしてください。かきくえば、鐘が鳴るなり放流時、それにつけてもおやつは変わる。増えた、なぜに変わる。どうでもいいわ。いや、参りました。トイレットペーパーと死闘の末、相打ち。やん、かわゆす。ご満悦な表情。どうなれば勝ちだったんだろうか。あーごめんね、ヒリア銃通ります。好き、いいね。最高じゃんか。英雄として称えないとな。話は聞かせてもらった。ふ、わろた。ほんわかした。出てこられなさそうだね。1たす1は2だよ、わかる？いいね、かわゆす。あざといな。首傾きすぎじゃない？こんな名作は名作だ。レイ、戦争と昭和、我が輩はエコである。そこまで僕はやってない。ふふ、どこまでやった？ある程度はやったった。それでも僕はやってないだよ。旭川に4年8億プラス出来高か。悪くないけど寒そうだよな。わろた、きっと寒い。食探ししてるんか？アドベンチャーワールドは嫌なのかな？浦島をどこで落としたか、もう一度考える。浦島よ。めっちゃ可愛いやん。海の中ならヤバいんじゃない？それじゃやり方を教えるね。ほら、こうやって君がソリを引っ張るんだよって、乗るなぁ。うふ、和むわ。ソリツッコミ。これぞまさしくノリツッコミ。レンガ作りの三男宅が建築法に引っかかる。あら、どんまい。それで裁判すんのか？時代に助けを求めよう。卒アル見てたら急に寂しくなってきた。あかん、死ぬ。ああ、説明。難儀やな。とても合成な卒アルなことで。タンタンタヌキの？ねえお姉さん、タンタンタヌキの？顔、下水。憎ったらしい。でもなんだろう、憎めない。やっぱりそのところあと2センチ詰めてもらえます？わろた、何これ？とっても斬新だわ。2センチは短すぎませんか？
1000年以上生きている亀のじいさんの名言。来世はセミでいいです。あ、深いわ。疲れたんだね。それはそれで長いと思うな。ここ数日犬の世話よりガーデニングを優先していたら。やばい、かわいい。なんてけなげな。かまって欲しかったんだね。子猫を落としてしまったので正当化させようとしてる。好き、いいね。正当化って。多分無理でしょうね。満場一致でペットに推挙されたことを報告いたします。謹んでお受けいたします。ペットの地位と家を汚すことなく精進します。かわいい、どっちもいい。丁寧なやっちゃ。家も汚さない宣言が嬉しいです。一番韓国語っぽい日本語を教えてください。生ハムにタラにハムだ。わろた、にハムとは。確かに聞こえるわ。チョンキルハサミだ。生徒が一人だけの学校にありがちなこと。卒アルがそいつの写真集だな。綺麗ね。実質サイン入り。ありがちっていうか確定事項。そらーにーいやーこうがあれーてー。あ、切ない。生きねば。あの子の命は飛行機雲。そんでそんで。やん、かわいい。言ってそうだ。女子高生みたいだな。ハムエン。ハムーン、かわいいっす。ハムエンとは。とっても楽しそうで何より。思わず抜きたくなるハメ撮り画像。ふん、うまいわ。さて、抜くか。AV 画像、アニマルビデオ。有村架純が言うと可愛いが、吉田沙織が言うと恐ろしいセリフ。見つけた？へ、嫌だ。もう許してください。すみませんでしたー。桃太郎の墓にあの時のきび団子を備える。あ、切ない。何か物悲しさを誘うね。猿の顔が何とも言えない。逆だ逆、と突っ込まれることを言ってください。礼、棒も歩けば犬に当たる。バカ兵、波もん。はは、わろたわ。よく思いつくな。おじいちゃんかわいい。高校生になった娘からお父さんと一緒の沼には入りたくないと言われた。あ、買うよ。高校あるんだね。そう思うと一緒の沼にずっと入ってるんか。色が似てたからとか聞いてるんじゃなくて、ラケットで叩いたことについて何か言うことあるんじゃないのかって聞いてるんだよ。では、ごめんね。目座ってるぞ。激おこぷんぷん丸だね。あはははははは、散歩だじょう。かわいいぞ、これは反則。もしや山田なのか。目玉たいねこれ。単語3つ並べてあの懐かしのゲームを連想させてください。凹凸かぎかっこ。あ、懐かしい。わかるわー。たもいけるよね。話し合いましょ。話せばわかりますよ。話せば逃げるんだろ。聞く。あは、表情よ。これはうまい。だが泳がせてみよう。ダメだ、夢の国の地下は守りが固いにゃ。おい、かわいい。何する気だよ。ミッキーを食べる計画。他人からはどうでもいいけど自分にとっては命より大切なことを教えてください。妻の機嫌。おい、わかるわ。なんか切実だわ。これはもはや哲学ですね。ああ、庭から石油でねえかな。あは、かわいいな。現実逃避シリーズ。お腹に顔をうずめたいな。正しい猫の飼い方。ふむふむ、なるほどね。だいぶ手を抜かれてるみたいだな、俺。顔、激おこだ。はい、ごめんなさい。それでもお前は幸せなはず。もののけ姫見てからずっとこれ。わろた、何回。もろ影響受けてるやん。黙れ小僧とか言ってそう。生中ってネズミじゃないの？ほう、なるほど。それは違うぞ。かわいい、てか、怖えよ。ビーズが経営しているケーキ屋にありがちなこと。ショーとかホールではなく、一部か全部。おお、好きやな。衝動ケーキ、とか。いらないな、網も捨ててしまおう。もののけ姫を見てから様子がおかしい。わろた、黙れ小僧。影響受けるな。お前にさんが救えるか。山で遭難しました。食べるものは玉ねぎ一つしかありません。どうする？泣くに泣けない状況なので、玉ねぎでとりあえず泣く。わろた、うまいです。生でも食べれるぜ。泣くためだけに玉ねぎ切らんでも。
毎日、魚を一匹だけ取りやすいように置き、盗むと追っかけるふりをした店主はもういない。泣ける、説明。全米が泣いた。これだけで一つドラマが作れる。ネット依存症。うま、かわいいな。確かにそうだわ。もっと依存してください。仕事が忙しいと愚痴っていたら、もう眠そうなのに手だけ貸してくれた。では、眠そうだ。優しい猫さん。これだけでやる気出るよね。金麦冷やして待ってるからー。え、遠慮します。確かに冷えそうだ。行けばつまみにされそうだわ。何回腕立てしてもワンから増えない。だな、そりゃね。勢いにやられた。鬼軍曹。いや犬軍曹か。罪状、つまみ食い、判決、みかんネット2時間。うま、かわいい。罪重くないか。猫はみかんの匂い嫌いなのに。羊飼い、の時点で爆睡。はや、よくある。なんだか切ない。元気よく飛んだのにね。愛はどこからやってくるのでしょう。私は喉から。わろた、そこから。風みたいに言うな。ちなみに私は鼻から。落ち着いて、サイドブレーキ引いてみ。先生、親切。あ、サンキュー。しかし仮面で落っこちいた。この後ひよこ助けて死にます。実写。ワニキよ。今その位置やばくない?ふう、あの子たち、東京でうまくやってるかしら。好き、母ちゃん。めっちゃいいお母さん。こういうシーンあるよねー。あら、ご主人を庭にいらしたんですね。脱走だなんてとんでもない、空気の入れ替えしようかと、へへへ。好き、へへへ。かわいいですね。そーっと戻すんですね、わかります。はぁ、二度寝後の昼寝最高だった。さて、寝るか。また、寝すぎだ。ずっと寝とるな。猫ってこういう生き物。ひっひ、飼い主のやつ、俺らが一匹だと思い込んでますぜ。うん。だからそれって俺らに何かメリットあんの?だね、冷静だわ。メリットは何もない。見て猫ってメスが多いんだよね。ご主人様がペット不可の賃貸を見てる。にゃ、リアルすぎ。え、マジでか。目がハートの形してる。ふう、これで車が通れるな。すげえ、ありがとう。めっちゃかっけえ。イケメンならぬイケ猫様。8文字でなかなかマザコンだなぁと思わせてください。うんち吹いてママ。来た、これは。かなりだわ。なかなかというかゴールだ。お父さんがセーラー服着たゲジマユの女に追いかけられてる。あ、妹か。こういうの好き。ワンちゃん、ゴルゴの可能性も。今の知能レベルのまま小学3年生に戻ってください。みんな、今日の給食、とんかつだってー、マジで、わーい、やったー、もたれるわー、よっしゃー。わろた、もたれるわー。一人おっさんいるぞ。それは知能じゃなくないか?飼育員、フクロウは午前中は基本寝ていて、夜活動する夜行性ですが、大量のコーヒーを飲ませているので安心してください。こら、申し訳ないわ。ちょっとやめてあげて。ブラックコーヒー器用だな。今なら負ける気しない?では、これはあかん。なんて可愛さでしょう。可愛さに負けてしまうやろう。やあ、びっくりした。ぬこ、わろたわ。ドヤ顔すんなや。まさかドラえもんなのか。ほう散歩したいと?この私と?好き、かわゆす。いい顔してるわ。そんなこと言って、実は行きたいんだろ。兄ちゃん、鳥持ちって結構強力だね。弟よ、こっちのアロンアルファはさらに鬼畜だぞ。なんと、かわいそうに。にしては冷静だ。この余裕さが羨ましい。縄文時代の男性に聞いた好きな女性の仕草ランキング1位とは。時に縄を巻く仕草。わろた、俺も好き。それわかるわー。ドキドキしちゃうね。大将、やってる?好き、乗れんか。どこから言ってるんだ。こういうほのぼのしたのいいねー。誰にも教えたくない、頬と耳の裏を同時にスリスリできる隠れスポット。やん、かわいい。内緒なんだねー。ジェストフィットするんだね。薬用ウグイス平安京だっけ?恐ろしいところだな。無垢用ウグイス城だっけ?なんかエロいな。わろた、どれも違う。想像力豊かだなー。
888壊れた体重計だったような。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。